幸花は、信幸土屋、ナイツザ・ラディオショー。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信幸です。こんにちは、ナイツ花輪信幸です。こんにちは、火曜パート内席スタート山崎圭です。はい、ナイツザ・ラジオショー、今週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。圭ちゃんがね、はい、今日のなんか服がね、何ですか、なんかドラマの、はい、なんかスタイリストさんが作ってるなんか服みたいだなと思ってね。だから多分、なんかこう案にちょっとダサいって言ってる感じ。あ、いや、なんかそんな、なんかこうドラマのスタイリストなんか作ってる、うん、なんか団地の主婦のなんか衣装みたいだな。まあ言えば言うほどちょっとダサいじゃないですか。褒めてはないっぽいね。褒めてはないですよね、うん、どうやらね、主婦っぽい、主婦っぽい。好きなんですよ、こういう服。本当カジュアル、雨カジュアル、楽だよ、楽な、楽な、とにかく楽、うんうん、シャツいいよね、シャツ、うん、なんかシワになっても気にならない、ね、そうそう、もうシワシワなんですけど、それも気にならない感じになるよ、ね、着心地が良さそうだね、そういう、なんかそういうのがさ、はい、麺とか、うん、ああいうのが俺未だに分かんないんだよ、素材の名前でしょ、ね、分かる、分かるよね、うん、全然俺も分かんない、パイル字とかな、あんがちゃん、分かんない、パイル字って何、うん、なんかボコボコしたやつじゃないの、あれがパイル字、え、違う、ボコボコしたやつ、それこそそう、シワが分かんないようなやつ、いや、シワっていうか、うんうん、そうそう、タオルっぽくって、なんかちょっとタオルっぽいやつ、なんかこう、なんかね、ちょっとボコボコしたないんだけどさ、うん、なんかワイシャツ着るじゃない、漫才の時に、うん、白いワイシャツ、うん、で、なんかいっぱい家にあるんだけど、うん、もうそろそろ統一しようと思ったのね、統一、うんうん、もう全部結局いつもいっぱいあるんだけど、うん、なんかピンクのワイシャツとかさ、まあ、色のやつもあるよ、調子こいて買ったんだけど、うん、全然着ないんだよ、あ、似合わないし、なんかあまり合わせ方わかんない、ね、わかんないし、うん、結局いつも寄せも営業も白いワイシャツだから、うん、その白いワイシャツをもう一つ一個、うん、自分がこれだってやつを、 U 字工事もそうだから、うん、同じブランドというか同じやつにしようと思って、うん、それでネットで結構調べて、うん、あんまり安いやつじゃない方がいいなと思って、うん、なんか結構な1万円ぐらいの、うん、シャツ1枚着心地最高ですみたいな、うん、あの手作りでオーダーメイドでやってますって言って、うん、それでそこであの注文をして、うん、買ったので、もう一気に10行こうと俺は思ったんだけど、うん、10枚ね、一回試着してから、そうだ、それは決めてからじゃない、そう、うん、それでただあの最悪だったの着心地、うわ危ねえ、もう一番嫌いなタイプのなんか、うん、ザラザラザラした感じ、あ、ザラザラした感じの、もううわーってなるやつで、ああ、もうよかった、まあダメだこれ、確かにお試しにしといてよかったんだよね、入れて安いやつの方が良かったりするんですよね、うん、そう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 ね、あとそのなんか、うん、アイロンしなくていいやつあるじゃん、形状記憶、そうそう、うん、あれいいよね、あれだったらいいよ、そっちの方がいいですね、そうなんだよね、その手間がもう一番大変だもん、ワイシャツってやっぱり、アイロンするって手間が大変だから、だからまあ普通にそこら辺の家の近くのさ、青山とかああいうとこで買えばいいの、うん、いや、それでいいんだと思いますよ、上のものがいいものだったら別に試着できるっていう、そうだよね、うん、ちょっと基盤できたらすぐ買い替えればいいし、そうだね、うん、そんなに高くやる必要もないしね、うん、うん、そう思いましたね、うん、そう思います、はい、ケイちゃんの服見てね、見て、思ったよね、うん、それは、まあ、あとカカオの音響がすごいなって話を今日はしたかった、あれすごいね、あれどうやってんの、ね、あれカカオの音響すごくない、パシンってやつでしょ、あれどうやってたの、トリッパじゃないですか、あれトリッパって何、めちゃくちゃ練習したで、トリッパにしたらすごいじゃん、うん、だってこれ毎回はちょっと無理じゃないですか、あれ異常ですよね、それかもう音響発信なのかな、セリフ合わせじゃなくて、あ、それに合わせて動くってこと、うーんとか、これだ、見てない人わけわかんないでしょうけど、わけわかんない、キングオブコントでカカオって、はい、今一番若いね、トリオの、あの部室の中で野球の練習するっていう、パパパンっていうね、あれが全部決まってたもんね、あれはもうわけわかんない、タイミングめちゃくちゃ気持ちよかった ね、あれは確かに、だからあれパンパンパンはあれだよね、うん、もう一セットだよね、多分音響もしやってるとしても、うん、全部押してるってことはないでしょ、うん、パンパンパンをそれぞれ押してるってことはないでしょ、さすがにあんなのだって無理だよね、無理だと思います、でも結構その間普通の演技があっていきなり始めてみたいなとこもあったから、全部これ見てもらいたいもん、あれ本当に、ね、あんな、あれすごい、カンパケでってのは難しいと思うな、あれ、うん、すっごいよね、あれ、うん、すごいと思います、うん、その予選の時とかもその音響さんでやってたのかね、やってたのかな、本番の生放送もその人がやってたのか、うん、もうその人が
もうあうんの呼吸じゃないと。ちょっと、ね、ダンビラムーチョはそうって書いてましたね。なんかダンビラムーチョは、うん、あの予選から、うん、トニー・フランクが音響でやってて、ちっちゃいサングラスかけて、あの本番もトニー・フランクがやったってなんか回ってきました。トニー・フランクなんか いろんな人のやつやってないなんか。まあ、ただ音楽のセンスがあるからやっぱ安心して任せられたんじゃない。ああまあそっか、うん、感覚がいいから。やっぱでもショーレースの予選のオペレーターってめちゃくちゃやりたくないと思うんですよ。やりたくないよ。ミスったら終わりだもんな。そうだからだ、ね、でもあれとかもあのネタとかも確かに同じ人がやってる可能性ありますよね。そうだね。他の人たちプロがやってると思いますけど、なかなかだってその日の TBS の音響さんにお願いしますで、やりたくないよな。でももうやりたい音響もいるんじゃない？あ、確かにね、やっぱりプロ意識というか、車の代行の時にフェラーリとか難しい車ほど乗りたいっていう人いたからね前。あ、まあ、職人のやっぱこう腕が鳴るというか。腕が鳴るというか。なるほど。確かにな。そのコント、あのコントはそうかもしれないね。あれびっくりした。本当カカオのあの全部気持ちよかった。あれはさ、来年から俺はね高校野球がテレ朝から、まあ朝日だからちょっと厳しいから TBS になるんじゃないかなと思ってて。なんで？いや高校野球のネタが3つぐらいあったでしょ、うん、だからその布石というかもうそんなあれメッセージが込められてる、分かりづらい布石ある？最後のファイヤーサンダーのネタと、うん、あとあのこのやあと誰がいたカカオと、うんうん、あとあの日本の社長。いや日本の社長もそうか。そうね、確かに日本の社長思いっきりここへ。ここへ良かったね。見つかぶってんだよ。確かにそう思ったらすごいですね。まさかの、テレ朝から TBS に変わるという。変わる、なんかあれを一応反映してんのかなと思ったら。スプリミナル的な。めちゃくちゃ笑ったけどね。バカみたいなことやってたよ、あの日本の社長も。めちゃくちゃ笑いました。あれ面白かったね、飯塚さんに対してさ。あのじゃあ本当のバット使ってないな。全部壊れるね、作り物なのが、じゃあ飯塚さんの好みではないと切ったら、全部殴るってね、うん、ケツを殴って折るバット折るっていうね、見事な返しだよねあれ。面白かったね。面白かった。めちゃくちゃ笑いました。みんな めちゃくちゃ面白かったか。面白かったですね。ねえ、うん、だから本当それ以外ないもんね。わけわかんなかったもんな、ラブレターズの最後のやつ。何なんだジャンプしながらポーズするやつ。みんな昔からちょっと思ってたけどさ、あの二人ともなんか顔とかおもろいんだよね。いや面白いですよね。体型とかサイズ感ね。サイズ感。いや面白いですよね。ラブレターズのサイズ感ってやっぱ奇跡だからね。あれが二人いるって。そう。アンガールズと同じだからね。アンガールズと同じだ。二人いるんだから。そうです、ね。俺は光線銃で撃たれた二人って言ってる。ちょっとだけ、ちっちゃくなってる。ちょっとだけ子供のサイズにされた、うん。そうそう。もうちょっと大きいはずのサイズだね、本当は。本当そうですもんね。顔だけ大人のサイズ、ね。何かが戻らないんですよ。状況でやってるんだよ、まだ。それがもうたまんないからね。二人ともだからね。二人とも光線銃で撃たれた体験してるから。嬉しいね。だから、まあ、また会うでしょ、つば九郎タイムスでタメ口に、ヤクルトの番組をタメ口くんとやってんの。そうそう。で、その時に毎回なんかダメだったなとかね、こういじってるけど、今年はチャンピオンだから、チャンピオンですね。ラジオショーにも来てくれる。あ、ゲスト決まってるそうですよ。俺本当に嬉しかったもん、ラブレターズが。嬉しいね。そうですね。ロングコートダディかなって思ったけどね。あ、ね、本目めちゃくちゃ面白かった。2本目も面白かったじゃん。まあそうですね、だって1本目と全然違ってさ、うんうんうん、確かに何このパターンみたいなさ、うんうん、笑っちゃってさ。いや1点差だもんな、みんな1本目のネタめちゃくちゃ面白かったよね。面白かったですね、うん、なんか最後車引かれて最後も最高でしたね。そっち最高でしたね。面白え女面白え女であれもムカつくない。ムカつきましたね。全然ムカつくってなんか。うん、ねえ、ほんと。すごかったね。ヤダンも惜しかったね。ヤダンさんも面白かったです。再来週、あ、今週ヤダンが、そうですね。ショーで、再来週日本の社長とファイヤーダンサーと、ラブレターズ、シティホテル3号室みんな来るって。みんな、すごいです、ね。すごいです。すごかったね。これやっぱり、あの、寄席とか、寄席っていうか、ルミネとかで出番の時とかに、こういうネタとかをやったりはしてたの、みんな。あ、でもあんまりみんな一緒になった、コットンぐらいしか知らなかったです、私。コットンがやったネタは、うん、もう一本やる予定だったネタも見たことあったんで、うん、あ、そっちだった
らまた違う結果だったかもみたいな風には思っちゃいました。これは難しいとこだよね。そうなんです。でも多分優勝するつもりで、うん、まあみんなそうだと思いますけど、うん、まあ2回目だし絶対優勝するぞってことで2本目に取っといたのかなって私は思ったんですけど、そういうのもコートガディとかもそうだもんな、うん、逆だったらもしかしたら優勝してたかもしれないと思っちゃうもんね。そういうのもありますよね。わかんないよね、でもね。わかんない。これは、こればかりはね。やっぱり、伊藤ひ、ね、ひろみをね、ね、ソフトバンクの初戦に当てるみたいなとこがあったわけじゃん。先発ちょっと急にわかんなくなっちゃうんです。もともとわかってたのに、例え話でわかんなくなっそうですね。そうですね。もう分かってたんだもんね。そうですね。例えて分かんない時にしてもらうやつ。途中まで野球かどうかも分かんなかった。伊藤博美って言われても全然分かんなかったでしょ。思っちゃいました。はい、あの、そうそうそう。日本ハムのね、エースをね、もう、クライマックスを超えて今度、はい、ね、あの、でも初戦勝たなきゃ意味ないから。初戦勝たなきゃ先に勝たないと勝ち抜けないからってことでしょ。一緒ですよ、それは。まあね、これはそういうことだよね。うん、面白かったですね。土曜日は大変でしたよ、我々も。朝ラジオやって。ああ、そうか、そうか、TBS で。そう。朝ね、ラジオ5時間だったからね、5時間生放送やって、で、その後、TBS のテレビの方で、ウエストランドとコラボ漫才しました。そうなんだ、全然ちょっと知らなかった。そう。ウエストランドがね。2組で4人でやるってこと ?4 人でやる予定だった。そう、4人のネタ。はあ、ええー。うん、漫才ね。うん、やったけど、うん、ウエストランドが、やっぱ忙しいからさ、うんうん、あの、本当に。練習してないんだよ、ほとんど。練習できないで、うん、もう、ザ・ベストワンの、うん、もう、番組自体が始まっちゃって。うん、え?で、最初の、かまいたちとかのコラボネタが始まります。うん、VTR スタートって言ったら、うんうん、そこで、外に出て、うん、で、そこにウエストランドが来てて、うん、そっからネタ合わせみたいな。それでもう本番みたいなこと本番。10分前ぐらいでしょ。そう。河本はもうとにかく、すごい練習したいですって言ってたのに、お前ほとんどセリフねえだろ、お前。河本が一番不安だったでしょ。河本はすごい不安があったの。俺は別にあんまり、そんなに。花田さんと井口くんが、あの、ネタ合わせはあんましたがらなかった。本当は、その前の日曜日に、奄美大島の営業があって、そこでウエストランドと一緒だったの。一番いいじゃないですか、今から。一番いいじゃん。ものすごい練習できるから。その前にもう打ち合わせもして、ネタもできてたから、だから奄美大島で一回練習すればいいねって話をしてたのに、なんかね、その、やるって言ったら、なんかこの奄美大島のこの太陽の中で、なんかそういうのやりたくないですね、とかつって言い始めて。そう、なんかこう、なんかこうバカンス気分になっちゃったみたいな。仕事に来てるこんなとこでやりたくないなと思って。絶対いや、そもそも仕事で気持ちが入んないから。営業で来てるんだから。バカンスじゃないんだから。本当ですよ。旅行中だったらわかりますけど、仕事の合間ですから。自分たちのネタを2本やるんで、その合間に1回ぐらい合わせればいいじゃんね。気持ちが入んなかったね。だって、15分ぐらいあればね、1回終わる話じゃないですか。1回、1回でもいいからやっときゃいいのに。やっときゃよかったね。俺は、やっぱりもう自分が作って時に覚えてるから、もうなんとなく、別にいいやと思うんだ。だってタイミングはもうだって河本に振ってるし、別にそんなに練習しなくてもいいネタだから、別にいいやと思ったの。だから河本だけがものすごく不安があったの。でも、そのスタンスで行くんだったら井口があんな噛まないでほしかったから。井口結構。やっぱまあそうだね。で4人で漫才ってなかなかないから。そうそれは普通のいつものテンポじゃないからっていうのもあるんでね。なかなか大変面白かったですね、生放送で。本番はうまくいったんですか。本番うまくいったよ。全然大丈夫だったよ。まあベストワンのお客さんあったかいからね。まあ。そうね。そう。まあ、ぶっつけ本番みたいな感じでね。やったけど。そのままキングオブコントだもんね。うん、もう。そう。終わってすぐ。キングオブコントの前だから、そう、だからダチョウ倶楽部さんやって、そう、鶴瓶師匠におでんをなんかみんなでわーって、やって終わって感じだったけど。そのラジオの間に、アビコの、営業があったのね。忙しい。アビコに行ってきたんだよね。あって。大変。あんまりこう、ちょっと、あ、来てるな。なんかね、メール来てます。あ、そうですか。ハルルさんね。いつもありがとうございます。土曜日のアビコショッピングプラス30周年記念式典を見に行きました。花田さんが遅刻してきた後のスピーチで、今日来るか迷いましたと言っていたのが最高でした。質問コーナーで小さな女の子が一番怪我することが多い場所はどこですか。どんな
質問意味わかんなくて。これ面白かった。なんで聞きたい思い出してありがとう。面白い。初めて行ったのですが、皆さんのアビコ愛が伝わってきて素敵な街だなと思いました。マジで。ハルルさんね、あの、消し坂イベントも来てくれたけど。本当にナイスファンでさ。何その、一番怪我することが多い。めちゃくちゃ可愛いんだけど。どんな質問なのこれは。その、まずさ、その、アビコの、アビコショッピングプラザって、前エスパのこと、あ、エスパのこと、エスパ。エスパが、さすが統括会。エスパっていう名前から、アビコショッピングプラザに変わった。はいはい、今もたまに行きますよ、エスパ。あそこ行くでしょ、あそこは94年にできたんだって。で30周年のイベントで、よくあの、ショッピングセンターのあの、中のさ、あそこあんじゃん。あそこで、式典、テープカットみたいのをやる仕事だったんだけど、もう、あの、行ったら始まってて。はい、えそれでもう、もうスーツで、はい、あの、エスカレーターから降りたら、はい、もう、その、座ってすぐ、はい、あ、それでは、アナウンサーが到着しましたので、はい、どうぞみたいに言われて、わけわかんなくて、いや、本当に30周年おめでとうございます。バタバタで。いや、本当にね、ありがとうございますみたいなこと言って、それでは、ここから、質疑応答のコーナーです、みたいな感じで。ね、もうわけわかんないよ。お客さんから普通に、そう、何でも質問どうぞみたいな。そして、したらお客さん、まずこのね、質問はもう3回目ぐらいだったんだけど、うん、おばちゃんが、うん、ね、カッパちゃんっていう、うん、あの、中華料理屋の、うん、好きなメニューは何ですかって言われたの。うん、質問で。アビコにある。アビコの、だからまあ、あの、僕の家の実家の近くにあるんですよ。うん、チャーハンですかねとかって言ったら、そのおばちゃんがこう全然真顔でさ、うん、なんか言って、質問しておいて。それで、どうしたんですかね、僕はチャーハンですけど、うん、ニンニクの芽です、私は。私はニンニクの芽です。あ、そうなんですね。そうですかとかなく。そうそうそう。いきなり。ニンニクの芽定食です。あそこが一番美味しいのはニンニクの芽定食です。とかって。あ、皆さん、ニンニクをね、食べてくださいね。ありがとうございますって言ってたよ、それ。じゃあ他に座る方いますかって言ったら、その後の、もうこれ3番目だったんだけど、人が、ラジオショーを毎日聞いてます。ありがとうございますって言って。安藤夏さんのお尻はどのぐらい硬いんでしょうか、ね、いや、それで、もっと普通の質問してほしいよね。アビコのどういうところが好きですかとか。アビコ関係ないじゃん。いやー、どのぐらい、あ、それで、あれですかね。アビコの市民の絆と同じぐらい、硬いですかね。いいね。また真顔で、真顔なの、ずっと。ごめんなさい、なんか、鉄板ぐらい硬いですね、さら。とかつって。アビコに絡めると嫌なんだ。響かないで。これ三つ目の質問が、ちっちゃい女の子がわざわざ前まで来て、一番怪我したら嫌なとこどこですかって。どういうこと？わかんない。体の場所ってことですか？うん、そうそう。どういうことなの？何歳ぐらい？じゃあもう小学3年生ぐらいのちっちゃい女の子で。あ、だからちょっと、怪我には気をつけてますと。うん、少しこう、夜とか階段降りるときに、なんか少し怪我しないようにしたりしてますねとかさ、もう全然ま、反応ないから。なんでみんな反応ないんだよ、最初の。どっちじゃないかまあ、で、あと、交通事故とかもね、やっぱ昔あったんで、そういう、まあ、怪我したらね、結構大変ですよね、とかって言って、ああ、みたいな感じでした。はい、さあもうお時間です、みたいな。よくわかんない。で、もうそのまま、あの、帰り車だと混むから、千代田線乗って赤坂一本だね。赤坂までね。渋滞してして。質問答えて。うん、質問答えて。面白い。それ面白かったよ。ね、私も前なんか、あの、ちょっとコロナの時で、あの、会社の企業の営業みたいなのをオンラインでした時があったんですよ。吉本の本社から芸人が何組かネタやって、それを、あの、その社員の方たちが家で、あの、テレビ、あの、画面で見てるみたいな、オンラインのやつだったんですよ。で、最後、まあ、ネタやった後に、まあ、一方的にやっただけじゃちょっと面白くないからってことで、最後、質問コーナーみたいので、で、いっぱい画面にこう、いっぱい出るじゃないですか。向こうの人たちがこう、10人ぐらいバーって映ってて、こっちは見えてて、じゃ質問コーナーしますって質問で当てられた人は、あの、オフにして、マイクをオフにして、あの、質問をしてください、みたいな。で、なんか、じゃあ、そこのお子さんのいるご家庭、どうぞって言ったら、なんかマイクのオフの仕方が、なんかいまいちわかんなくって、なんか一生懸命喋ってるんですけど、聞こえませんみたいになって。そうなんですよ。で、あ、じゃあなんか書いてくれたらって言って、紙に子供が質問を書いて見せてきたんですよ。それ、そこに、人形は好きですかって書いてある。どういうことを、
説明がいるね。質問の意図がまだ全然説明がいるね。だけど向こう音出ないから、聞こえないから、とにかく人形は好きかどうかをみんなが、まあ、好きか嫌いかで言ったら、好きかなとか言って答えて、まあ終わったんですけど、そういう子供ってその、わけわかんない質問。自分がやっぱり好きだから。何かのその前の段階が多分あるんだよね。あるんだろうね。ぶっ飛ばしてね。いきなり質問するからね。怪我を多分自分がしちゃって私、そう、最近大きい怪我したんですけど、とか、なんかそういうのも。抜けてんのかな、うん、飛ばしていきなり言うんだろうね。可愛かったよ。めっちゃ面白い。可愛いね。可愛い。このハルルちゃんがさ、うん、あの、まあ、何人かナイツファンの方がいらっしゃったんですよ。うんうん、あの、ナイツの服とか着てた、うん、まあ、アビコの、アビコ関係ないところの方もいらっしゃったんですけど、うん、それでね、なんか珍しいじゃん、若い女の子なんで。うん、それで、なんか、どこ、何が好きなんですかって、なんか司会の方言ったら、顔です。っ笑っちゃったの普通に。18歳の18歳の子が。18歳の子、顔なの顔です。顔なんか。そうなんです、そうなんです。顔ファンなの。それで、だからもう訳わかんなくて、頭真っ白になっちゃった、俺も。今からロケバス行こうかって言ったら、そこが一番受けてたから。ダメですよ。ダメですよ。アビコの人めっちゃ受けてたから。好きなんだ。アビコの人そういうの。そういうやっぱ好きなんだ。自信ネタって強いなと思って。自信ネタどこ行ってもらえその情報も取れてますかって言ったら、そこは受けました。バカにして。ありがとうございました、本当にね。そうで、その次の日が、日曜日、横須賀で。うん、あ、そうだね、横須賀でしたね。小朝師匠ね。小朝師匠、ノブロックと、ウクレレイジさんと。はい。でね、その横須賀の舞台に、上がったら、上がった瞬間に、なんか、お父さんみたいな人が、なんかこう、もらったんですよ。ナイツ様へ。封筒をいただきました。舞台に上がって、お客さんが寄ってきたってことですか？すぐそうそう、舞台に来て。でこの人にもらって、うん、この人が、うん、ナイス様とかって言って、うん、横にナイツ様って書いたんだけど、ボケなのかな、埴輪さん、うん、釣り屋さんとかって書いてあるの。あ、なるほど、うん、あ、全部ちょっとずつ間違えてるの、ね、今日横須賀でお越しいただきありがとうございますっつって、うん、でわ私はあの試作の、うん、ヘンチョコ極を US メモリーに貯めてます。変チョコ？だから自分でなんか変わった、うん、あの言い間違いみたいのをなんか貯めてるみたいで、あ、変チョコ極って呼んでる。そう、変チョコ極って言い間違いで、うんうん、なんかこう来てて、うん、USB メモリーもなんかついてたの。ちょっとまあ怖かったんだけど、昨日パソコンで USB メモリーを見て、うん、そしたらなんか言い間違い、自作の言い間違いがブワーッ。うわ、すごい。出てきて、箇条書き、めっちゃ面白い。なんか多分 あ行しかなかったんだけど、もうあから全部バーって出てるんだよね。これ例えば、なんかアート姉ちゃん、正しくはアート姉ちゃんとか、アーナルト手話ルーツ映画、これはアーノルドシュワルツネ。ありますけど、その言い間違いと言い間違いはどういう意味？アーナルト手話ルーツ映画です。手話は、あ、手話、手の手話か、手の、ルーツ映画、うんうん、っていう、なんか混んでるね、手の混んでるね、あ行だけ随分、うん、ね、すごい、あーだけでも何個もあるってことでしょ、うん、すごいね。言いましょうか、じゃあ問題、うんうん、問題らしいですか、はい、どっちを正解を言うの、正解、あの何、言い間違える方、言い間違いの方を言って、じゃあ言い間違いの方言おうか、うん、喘ぎ声で熱唱喘ぎ声で熱唱正解、ああ、ね、熱唱、熱唱はそのまんまってことですね正解、すごいじゃん、あ、センスあるかもしれない、その人の、その人と同じ感性かもしれない、じゃあいきますよ、はい、アインシュタインいい顔、アインシュタインの、え、顔、稲田さん、アインシュタインの顔。アインシュタイン。正解が、その、普段絶対使う言葉がついてないのよ。アインシュタインの顔っていう言葉をあんまり言わないですからね。使う場面がなかなかないけどね。悪法の土俵入り。白鵬の土俵入り。正解。うん。悪評？悪評。悪評。これはいいね。うん、浅田魔王の演技。
つ良さそうですね。浅田真央の演技。正解は浅田真央の。わかりますよ。浅田真央って USB で送ってきたんだから浅田真央って誰だ、めっちゃ面白い、すごいな、すごいよね、すごい、これあだけでこんなにあるんだよ、すごいですね。 USB の中にあだけが入ってたの、あ、俺ちょっともう一回見てみよう、全部入ってたのかな、うん、ねえ、うん、カッカーとか USB だったら USB 家に置いてきちゃった、置いてきちゃった、うん、なんで別にそれプリントアウトしてそこに入れればいいだけなのに、なんでわざわざ USB でくださったんですかね。だからやっぱ大量なんじゃない、大量なんだ、大量すぎて、これあだけでこれだけあった、そっか、で本当は多分50はあったら50はあるんだよ多分、だからわざわざ USB に入れてくれたんですよ、すごいっすね、だって毎日少しずつ貯めたのかな、なんかどうやって若手のね50音で言いますみたいな、本当だよね本当すごいな、あの時の猪木っていうのもあるけどね、いやいや、いるじゃないですか。いるじゃないですか。普通に。そ、普通に名前です。明日の中とかつって。明日の上。上、上。おじいちゃんだったよね。もうおじさんか。まあまあ、そうだね。面白いね、この人。ね、不思議。ネタをこう、提供する。写真付きじゃないですか。写真が付いたお手紙じゃないですか。わ、すごいんだけど。証明写真みたいなの付いてるじゃないですか。だってさ、証明写真なんかブルーバックの。すごい、なんかゆっくり届けに来たからね、普通にもう、ね。そう、気づかなかった。俺からは、見えなかった。視覚に入って気づかなかった。花さん気づいたから。当たり前みたいに歩いてこうやって、うん、はい、みたいに渡してきたからね。漫才のつかみで。面白いよね。俺も受け取った瞬間、普通の手紙じゃないな。あとなんかこう、ちょっと分厚いからちょっと怖かったんだ、USB の分だね、何か入ってるなと思ってたから、そのいや、いろいろ面白いですね、細かいところ、このアドレスも一回、携帯のアドレス書いた後に、うん、全然見えるように三重線を引いて、うん、もう一個のアドレスを書く感じとか、なんかいろいろ、住所もなんか直してる、いろいろ面白いですよ、その、まあ、あの線がまた綺麗に ね、定規で。相当貴重面な人だね、これ。本当に最近俺多いんだ、こういう宮とかね、おじさんとかが、あのネタをこう自分で作ってる人とか、漫才とかを作ってる人に、この前もね、なんか70歳ぐらいで会社辞めて、それでお笑い芸人になりたいって思ってて、で、なんかネタを持ってきてくれたりした人とかもいたけどね、でもほとんどダジャレ。まあ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 、言い間違いだからね。そう、だからやっぱナイツとかも言い間違いだからなんだダジャレのイメージ思うんだけど、うん、え、ちょ、今日から始まる独演会の中にちょっと入れてたりするんですか、その誰かからもらったネタは。え、ダジャレとかは。浅田真央を今入れる。浅田真央結構面白いですけどね。浅田真央今から入れます、うん、まあ、ちょっと何もないもんね。ちょっとそうですね。話題が。そうだな。今浅田真央ちゃんが、ね。川崎真央に変えて今日やる。川崎真央さんが結婚しましたけど。川崎真央さんが再婚した。再婚したから。面白いな。今日から独演会ですから。そうですよね。我々も今日からですね、うん、浅草公会堂2日間からスタートして全国回っていきますんでね。そう、まあ結構ね、大変ですよ、うん、今年はね。いつちょっと時間がねオーバーしちゃうかもね。だ、去年はだいぶネタの本数が少なかったんですよ。ギュッと減らしたのを。もう倍ぐらいになったんじゃない、ネタの本数相当増えたよね。そんなに、うん、やるネタは相当増えたから、はい、それは元からその本数をやるつもりだったわけじゃなくて、なんかやりたいネタがいっぱい出ちゃった、漫才を増やそうってなったんだよね。去年コントをなんかやったんですよ、はい、なんかちょっと幅を見せたいとか変な色気づいちゃってこの年で幅見せたいとか幅見せたってそしたらなんか結局コントやっても、うん、その後何も繋がらない、使えないというか、うん、年末年始ね、それ披露したことなかったからね。年末年始のネタ番組がどうしても足りなくなる、はいはい、まあそうですね、これからね、やっぱ漫才をいっぱいやろうかなと思って、ちょっと例年よりは漫才が多いですね、うん、今年は、うん、でも映像もかなりね充実してますから、ね、もうめちゃめちゃ面白いよ。出来上がったやつ見たけどすごいね、あれ相当でかい、編集相当頑張ったね、あれは。中場さんがもしかしたらもう、うん、なんか引き抜きとかに合うんじゃない、あれ。いや、あれをまだ世間の人が知られてないから、うんうん、ナイツ独演会が超極安でやってるのバレたら、うん、すぐ引き抜かれますよ。引き抜かれると思うよ、あの人やばいよ、うん、すごいクオリティ、ね、あのクオ
クオリティ。演奏のクオリティはもう、これ間違いなくサンドイッチマンには勝ってます、これ。そうなんだ。あ、そうです。今年も見に行ったから、俺も見に行った。映像のクオリティだけはね、長尾さんがやばいから、あの人はもうすごいね。ね、フリーになってね、前、フリーっていうかもともとフリーだけど、事務所自分で作ったんでしょ、うん、そうそうそう。そうそうそう。めちゃくちゃ楽しみだな、今日はその映像もちょっと反応が楽しみですしね。うん、そうだね、うん。まあちょっと今日から初日ですのでね、頑張っていきたいと思います。はい。それではそろそろ行きたいと思います。うん、This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! ナイツラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。さあ今日は2時台にプロ野球解説者の里崎智也さんが来てくれます、うん、明日から、クライマックスシリーズのファイナルシリーズがスタート。そうなんだよ、もうすぐファイナル始まるからね、セリーグはジャイアンツ対 DeNA、うん、パリーグはソフトバンク対日本ハムファイターズ、里崎さんに見どころや注目ポイントを伺います。はい、そんな中番組では日替わりテーマでメールを募集しています。今日のメールテーマはこちら、汗かきました。はい、昨日はスポーツの日、そして先週の放送で急にケイちゃんが実は暑がりだったという告白もしました。はい、ね、皆さん何かしらで汗をかいているということで、もう暑いね、10月も全然、今日も普通に暑いですよね。今日ももう24度、27度、運動会やったんだよ一昨日日曜日、子供も、ああ暑かった、朝行ったらさ、本当暑くて、なんかちょっと日陰がなくて熱中症になりそうになっちゃって、うん、そうそうそう、暑いからね、すごい暑かった、うん、さあということで、うん、皆さんの汗をかいたエピソードを募集します。はい、はい、もう来てますよ、青梅市の仲良くなりたいさんです。テレビで国道134号線の特集を見ていて、うん、妻に、ああ懐かしいね、ここ行ったよねと聞くと、はそれ他の人じゃない、あ、めちゃくちゃ汗かきました。その後必死の説明で何とか思い出してもらいました、この人だから妻と仲良くなりたい、そうかそうか、妻と仲良くなりたいさん、ね、仲良くなりたいさん、致命的だからこんなことね、そうかそうか、間違えしたらこういうところが、仲良くまだ慣れてない、慣れてないんだ。もうずっとストーリーだから、この人一緒に追いかけてる、仲良くなったっていう、なるまでのストーリーだから、そうそうそう、そうか、今途中だから、まだ途中なんだよ、まだ仲良くなって結婚したはずなんですけどね。まだ仲良くなってないのが話だけどね。それではケイちゃん、宛先お願いします。受付メールアドレスは rs@1242.com、 rs@1242.com、 X はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。火曜日は黄色のサインペンとなっております。メールには住所、本名、電話番号も忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分までどうぞお付き合いください。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方からの感想をご紹介します。私は趣味による出費のためキャッシングをしました。3万円だった借金は雪だるま式に増加、それでも28歳で完済。ある日無料診断に電話を、そしたら100万円を超えるお金が振り込まれたのです。あと半年遅かったら消滅していたものもあったようなので電話してよかった。さあ今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。はい、赤ひげ薬局です。精力減退早漏に赤ひげのオットピン S 塗って効きます。オットピン S、 JR 新橋駅前、フリーダイヤル 0120-032-655。 赤ひげ薬局。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。菊池桃子です。健康を維持するために健康診断で自分の体を知ることって大事ですよね。
実は自動車も同じなんです。パーツの劣化や動作不良がないか車の健康を定期的に確かめておきましょう。車の点検整備は国の認証を受けた整備工場へ、自動車整備振興会です。毎年ご好評いただいている日本放送アナウンサーカレンダー、ただいま来年2025年のカレンダー予約受付中です。笑顔の写真がいっぱいのカレンダーをお電話一本でお届けします。お申し込みは 0570-07-1242 アナウンサーカレンダー係まで。お聞きの番組はラジオで聞いてもラジコで聞いてもザ・ラジオショーです。花輪信之、土屋信之、愛席スタート山崎圭、この後3時半まで生放送ナイツザ・ラジオショー。さあ、ナイツザ・ラジオショーをお送りしております、はい。ここでラジオショーからのお知らせです、来週10月21日月曜日からの1週間、こんな企画をお送りします。ナイツジャパン秋のリスナー感謝祭。はい、愛媛でも放送が始まったラジオショー、多くのリスナーの方へ感謝を込めた放送をということで、秋のリスナー感謝祭と題してお送りします、はい。今回は日本放送でパーソナリティを務める豪華ゲストが続々と登場。それではゲストを発表していきましょう。まずはここで情報解禁です。月曜日の1時台は元ヤクルトスワローズ宮本慎也さん。はい、現役時代は18年間ヤクルトスワローズに在籍、シーズン犠打67本の日本記録保持者であり、さらにはアテネオリンピック野球の銅メダリストでもある宮本慎也さんが生登場です。それで2000本打ってるからね、すごい人ですよね、はい。月曜日1時台に、はい、入ります、そして2時台はサマーズ大竹和樹さん。はい、日本放送で毎週土曜日お昼3時から放送中のサマーズのサマラジを担当するサマーズの大竹さんが来てくれます。家庭でのタスクを少なくするために朝から足が痛いアピールをするらしい。最悪マジでね、ブチ切れそう、そんなそう毎日は無理でしょ、そうだってそして火曜日にやってくるのは三四郎。毎週金曜日の深夜3時から三四郎のオールナイトニッポンゼロを担当する三四郎の2人が来てくれます。ダブルカーズ優勝した時に小宮がまた泣いていたそうですよ。またですか。そうなの、仲いいんだじゃん、ウエストランドの時も。すごい、なんか小宮の友達がみんななんか優勝してくる、すごいね。そして水曜にやってくるのは2組、1時台は長野さん、はい。2時台はストーンズ高知優吾くん。はい、ラジオショーオールナイトニッポンなどちょくちょく日本放送の番組に出ている長野さんと毎週土曜日23時30分から放送中、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルを担当のストーンズのコーチ優吾くんが来てくれます。ちょっとかぶらないようにしないとね、またコーチくんが長野さんのこと馬乗りに殴っちゃうかもそんなことしない陣内さんみたいなことしない、コーチくん危ないよ、ね、そして木曜日にやってくるのは柿原正アナウンサー。はい、フル回転でございます。柿原さんがね、来週の木曜日はラジオショーにゲストに来てくれます。すごいね、あなたとハッピー、そしてあっこのいい限りに1000回と、やってますね。ベスターズファンだから、そっか、柿原さん今もうちょっとあれだ、 CS だから来週ね、どうなってるか、めっちゃ面白いね、いい試合してたら ね。さあ、ということで、いつも以上に日本放送一色なナイツザラジオショー、さらに大好評につきあの企画が返ってきます。現金大抽選会。前回番組4周年を迎えるタイミングで現金4万円を毎日プレゼントしましたが、今回も毎日4万円プレゼント企画を実施します。ばらまきますね、ばらまき一番手っ取り早いということになったんでしょうか。生放送中にメールをくれた人の中から抽選で選び、番組中にお電話させていただきます。4コール以内に電話に出ていただき、簡単なクイズに見事正解すればその方に4万円をプレゼントします、電話に出なかったりクイズに不正解だった場合、翌日にキャリーオーバー、リアルタイムで放送を聞いていただくのが正解への近道となります。ということで、来週10月21日からスタートするナイツジャパン秋のリスナー感謝祭をどうぞお聞き逃しなく。はい、今日のメールですね、はい、昼は2時からさんです、はい、カカオの音響ですが、動きとの一致はもちろんリズム感が効いていてとても気持ちが良かったです、
リズムに熱い思いのあるバンビーの石山さんの感想を聞いてみたかった。確かに。なるほど。リズムはね、確かにね。石山くんの感想聞きたいね、これは。聞いてみた。もうリズムネタぐらいの感じでしたね。そうだね。もうね、あそこの部分は。そうだよね。パン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 みたいなね。あれはちょっと。あれすごいよ。すごい。無理だよ。無理無理無理。若さがやっぱり大事。確かに。本当にそう。若いからできたかもしれない。反応しきれないですもんね。じじいよね。ジジイの審査員たちは野球分かってますか。審査もうジジイたちはできないじゃん。あれできないな。耳も衰えてるしジジイも。そうちょっと遅くなっちゃいますね。いや素晴らしかったですね。もう一枚いきますか。はい、ラジオネームゆうちゃんさん、写真だとはっきり見えないですが、ケイちゃんが着てるのはサッカー生地ですかね。これサッカー生地っていうの？サッカー生地。サッカーとは、収縮率の違う縦糸を組み合わせて、平織りし、仕上げに縮ませて、凸凹を出した生地です、うん。あ、そんな風に見えるかもしれないけど、ね、そういうのではないです。あ、じゃない？シワが気にならない服っていいですよね。そう。音楽ライブと違って、お笑いライブは座りっぱなしなので、私も服を選ぶときはシワになりにくいものにしています。うん。うん、という初めて聞いたサッカー生地。サッカー生地って聞くけど、わかんないな、どういうのが。私もさっき思ってたパイル生地って想像してたやつがもしかしたらサッカー生地なのかもしれない。あちょっともよくわかんないけど、タオルっぽいって言ってたやつ、うん、なんかボコボコしてるやつ、私が持ってるやつは。だこれがあるんだよね、その生地の名前とその素材が全然結びつかな い, っていう。そうですね、ね、だからその洗濯のあれとかもさ全然わかんない、うん、見ない見ないあんなの表示なんて。表示なんて全然見ないです。見ない見ない。たまにあのアイロンかけちゃダメなやつとか ありますね。アイロンなんてかけないですもんだって。アイロンじゃないですね。アイロンないないないです。もう干すときにパンパンってやって終わりです。それでいいんだ。パジャマは何生地？パジャマも、パジャマは、うん、あのだからあの、うん、もらって着れない T シャツみたいなやつばっかりだから、ライブ T シャツみたいのだから何生地とかよくわかんない。冬も、冬はまたなんか、冬はそれの上に、そうですね、フリースみたいな着てます。はい、そうね。そこら辺はいい、どうでもいいもんね。うん、どうでもいいですね。すっごいやっぱお金持ちとかは、パジャマとかもなんか、あれなのかな、おしゃれなのかな。そうじゃないですか。今ほら、なんかリカバリーなんとかみたいなのあるじゃないですか。あれ気になってるんですよ。使ってて。使ってる？使ってる人に話聞きたかったんですよ、私。あれいいっすか？もらったんだよね。そう、もらうのが一番いいんですよね。そう、もらうのが一番いいと思うんですよ。俺は、もらって帰ってきて、いや、これ、うちの奥さんが、うん、あ何欲しい、そう、ね、そう、みんな気になってるんですよ。自分で買うにはパジャマにこんなお金かけられないと、結構高いやつだよね、ピンキリですけど、ね、めちゃくちゃいいよ。え、ちょっと違い感じます、体が。感じる感じです。サラッサラだし、あったかいし、すごいいいと思う、あれ。そうなんだ。まだ着てないよね。あ、そう、うん、何なのリカバリー生地って。わかんないけど、まあ、よくぐっすり眠れるってことじゃないかな。なんか血行が良くなったりするんじゃないですか、わかんない。なんか入ってんのかな。そんなちょっと重いよね、重いよね、普通に比べたら。そうなの、うん、重さはあるよね。重いっていうか、まあ、そのなんかしっとり感じるから。うんうん、そうそうそう。あれこそ何生地なのか知りたい、名前がね。ちょっとツルツルしたやつでしょ。うん。うん、あれの名前が。高級っぽい。高級っぽい、ね。サテンとかシルクっぽい感じ。うん、シルクっぽい感じかもしれないね。やっぱいいんだ。やっぱ寝るときやっぱああいうやつ。ものすごい食いついてた、やっぱ奥さんもあれ。あ、そう。うん、だ気に、うん、だってでも結構値段もピンキリで、うん、なんかあの東急ハンズとかにも売ってるんですよ、うん、それは8000円とかだったんですよ。でもパジャマに8000円も私の感覚ではとても高いんです。別に今だってタダでもらって T シャツ着てるし、うん、普段着なくなった服をパジャマに下ろしてるだけなのに、うん、ね、パジャマで8000円かと思うけど、ちゃんとしたの調べたら、ね、3万とか、すごい、え、5万6000円ね、3万ぐらいしますよね。まあ、そうなんですよ。だから自分で買うのはあれだけど、旦那に誕生日プレゼントにとか持ったけど、でもこだわり強いから、いらなかったとかやったら最悪の金額、ね。結構形とかで合う合わないとかもあるから。そうなんですよ。着心地がね、嫌だったらもう嫌だし、ね。俺その丸首が嫌だから。あ、そうなんですか。あの、シャツ、ここ、V のシャツがいいってことですか。で、リカバリパジャマちゃんとこう、シャツだから、うん、空いてるからいいんだよね。丸首嫌だって人いるんですね。丸首で寝れない。だから T シャツで寝れないから、いつもその V ネックの下着みたいなの、で、じゃないとダメなんだ。そうそうそう。ここは、苦しい感じがするってこと。そうそう、V ネックじゃないと。
だから人によって多分あるよ、その形は。そうなんですよ、うんね、そうだから生地とそうだ安ければね別にいいけど、ね、3万かあげていらないって言われたら最悪だから、うん、そう、それがあるから怖いよな、試着したいよな、パジャマ、そうですよ、ね、パジャマこそ試着したいよね、試着、確かに一番大事って大事、ね、試着して試着試睡眠、確かに、ダメだったらもうねいいみたいな、ね、して、うん、できるんじゃないの、なんかそういう風にあんのかな、調べたら、調べたらね、うん、できるかもしれないね、うん、ああすごい興奮しちゃったな珍しい。え、あれ、俺もだからいいんだ、あれ。見てみてください。感想聞かせてください。メールお待ちしております。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けたこと、覚えていませんか？実はあの時、注射器の使い回しがありました。その際、血液感染が原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っています。対象者は昭和16年から63年生まれの方です。病気を発症していない方も多く、対象者の約5人に4人が給付を受けていません。また、おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、ご兄弟を B 型肝炎で亡くされた方を探しています。対象者がお亡くなりの場合、ご遺族の方も対象ですのでご注意を。ここで給付金を受け取った方からの感想をご紹介します。私たち、姉妹の記憶で昔、亡くなった父が B 型肝炎が何とか言っていた記憶があって、一か八かしてみるだけしてみようと思ったのですが、今思うと、依頼して本当に良かったなと思います。まずは、あなたも給付の対象かご確認ください。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ジオチェック、ジャンゴ。ニュース。はい。続いて、時刻は、13時47分です。東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さんお願いします。はい、お伝えします。衆議院選挙は今日公示されました。争われるのは小選挙区と比例代表の合わせて465議席です。各党の党首や代表は各地で第一声を上げました。自民公明の与党は両党で過半数の233議席を勝敗ラインと位置づけています。福島県いわき市で自民党総裁の石破総理大臣、東京池袋で公明党の石井代表です。この日本国のために、我々自民党公明党の政権に引き続きご支持ご支援をいただきたい。日本創生、そのための選挙だ。必ずもう一度新しい日本を作ってまいります。国内外の課題にしっかりと答えを出すことができるのは、豊富な実績と経験のある自公の連立政権しかないと申し上げたいと思います。一方、野党立憲民主党は自公の過半数割れと比較第一党を目指しています。東京八王子市で野田代表、東京高田の馬場で日本維新の会馬場代表です。裏金隠し解散ですから、隠しちゃいけないんです。裏金議員を裏で支える、そういう政治、もう裏裏裏、自民党政治に決別しようじゃありませんか。皆さん、私たち日本維新の会は、国民のすべての皆様方が夢や希望を持っていただいて、ワクワクドキドキするような社会、そういうものを必ず作ってまいります。そして東京池袋では共産党田村委員長、兵庫県神戸市では国民民主党の玉木代表、東京錦糸町では令和新選組の櫛渕共同代表が支持を訴えました。再調査もしない、そしてこの総選挙を裏金議員のみそぎに利用しようとしている、こんなことを許すわけにはいきません。徹底的な真相解明をさせる。自分の懐を豊かにしようとする政治家を選ぶのか、国民の皆さんの懐を豊かにする政治家を選ぶのか、これが最大の争点です。皆さん、今回の衆議院選挙は
経済音痴から日本を取り戻す、国民を救う政治に大転換していく、そのための経済政策を第一に掲げてこの選挙戦戦ってまいります。さらに沖縄県浦添市では社民党の福島党首、大阪市では参政党の神谷代表が支持を訴えました。自民党政治を終わらせる歴史的な選挙です。自民党が競り勝てば憲法改悪、軍拡、戦争への道をひた走っていくでしょう。これを止めたいんです。皆さん、今回の選挙の争点何だと思いますか？参政党が考える今回の選挙の争点は、激動の国際情勢の中で日本がこれからどう生き残っていくかです。衆議院選挙は今月27日に投票が行われ、即日開票されます。この時間のニュースは以上です。遠藤さんでした。ありがとうございました。野崎建築工業はあなたの住みたい家づくりを応援します。野崎のコンフォートシリーズは販売、施工、アフターサービスまで自社一貫体制でお住まいを提供。フリープランで叶える家族の夢、東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。The Radio Show。 この番組はラジコのタイムフリー機能で聞き直すことができます。 This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day。 Hosted by Nights from Monday to Thursday and Nakadake on Friday。 The Radio Show。 こう見えてもだよ。おつまげ、お聞きの番組はラジオで聞いてもラジコで聞いてもザ・ラジオショーです。はい、じゃあいいですか。すラジオネームミムリンさんです、はい、土屋さんは土曜日がお誕生日でしたが、はい、お笑いの日のスタジオでスティービーワンダー流れてお祝いされましたか。サプライズみたいな、サプライズみたいな、なかったですね、なかった。その、 チャキチャキのいつもの、ね、感じで言ったら、全然違う番組だったんだよね。なんかね、その12月当日だから、スタッフさんもちょっといつもと違う感じで、あんま把握してない感じ。バタバタだったね。バッタバタだった。あ、そっかそっか。じゃあご家族にはお祝いしてもらって。うん、はないね。え？ベストワン終わって帰ってきて、ま、うん、夜パーティーじゃなかったの、それは。まだない。まだ待ってる。もうないだろ。もう日本放送の絵の具すごい喜んだね。絵の具。そう。先週もらったんでね。そう。日本放送のね。日本放送の絵の具。あれがすごく良くて。油絵の絵の具をもらったんですけど、そう、今まで持ってなかったやつとか、もうすぐ切れる絵、うん、色ばっかりだった。うちのアトリエ知ってんじゃないかなっていう。分かってんだ、やっぱり。ありがとうございます。まだまだメールを待ちしております。神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、お伝えいたします。横浜今26度です。日も差してとてもいいお天気になっています。さて皆さん、昨年は健康診断を受けましたか？ついつい奥で受けていない方も多いと思います。そんなあなたに1年に1回自己負担の少ない特定健診で健康チェックをしませんか？特定健診は40歳から74歳までの方が対象です。自分は健康だからとか、病気になってから病院に行けばいいと思っている方、またすでに治療中の方でも毎年健診を受ければ自分の健康状態を知ることができます。健診の結果、生活習慣の改善が必要な方は保健師や栄養士などのアドバイスを受けることもできます。神奈川県にお住まいの国民健康保険へご加入の方は、県内各市区町村または国民健康保険組合までお問い合わせください。神奈川県国民健康保険団体連合会からのお知らせ、横浜のスタジオより久米千恵がお届けいたしました。久米さん、今日のテーマが、はい、汗かきましたっていう、汗かきテーマ、うん、
ちょうど一昨日、はい、あの韓国のインスタントラーメン、あの袋麺になってるのをちょっと挑戦したんですよ、うん、で辛いのが苦手なんで、うん、あんまり辛くないっていうのにしたはずが、うん、ものすごく辛くって、うん、辛いやつ。ただですね、うん、あのこの韓国のラーメンとキムチを、冷たいキムチを一緒に合わせると、うん、辛さが相殺してあんまり辛くないっていうことが、大発見じゃないですか。なんか教わったら、すごい、そうでした。辛いやつに辛いやつを入れると、辛くなくなるんですか。そんなに辛くなかったです、でも汗はすごくかきましたけれど、いや汗かいたけど、あでも何ですかね、不思議な、ね、キムチが結果が出るんだな。そうなんですよ。わかりました、ありがとうございます。はい、お試しになってみてください、はい、失礼します。しつこい肩の痛みでも、辛い腰の痛みでも、ささっと一塗りバンテリン。効き目の成分がススーッと痛い患部まで入っていって、痛みを直に取ってくれる。これがバンテリン抗和エキアルファの効き目です。痛いとくればバンテリン。第2類医薬品です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さん、お願いします。はい、圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは、あきる野インターと日の出インターの間がダンプカーなど車6台の事故のため通行止めになっています。このため外回りのあきる野インターの出口で7キロの渋滞です。このほか内回りはあきる野インターで16キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近にトラックが故障して止まっているため3キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているため、首都高速道路湾岸線西行きの多摩川トンネルまで渋滞しています。日本道路交通情報センターの丹羽でした。丹羽さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時55分ごろお伝えします。はい、はい、なんか言い間違いをクイズにしてくれた人がいらっしゃいますので、うん、今からその人が作ってくれる、はい、また違う方です。ウーロンさんですね、うんうん、じゃあ行きますよ、問題です、はい、汁、パスタ、肩、ロース。シルベスタスタローン。 よくわかった、ね、いやすげえな、言い方わざと、すげえな言い方わざとそうしたのに、シル、はいはい、すげえな、シルパスタカタロースすぐわかったね。シルパスタ、なんだったの、シルパスタカタロース、シルパスタ、何の能力だその配点、シルパスタカタロースだよ、だってすごい、シルベスタスタローンです。シルベスタスタローンですか。シルパスタカタロース、なんでわかんの、シルパスタカタロースで、なんでわかんの、シルパスタ、ちょっとこれはいい、あれだよね、メニューになってるね、ちゃんとね、あちゃんとね、汁、パスタ、カタロース、スープパスタのカタロース、ロストッピングってことでしょ。カタロース、トッピングね。いいですね、このクイズ、はい、さあ、まだまだメールお待ちしております。天下無敵のノックアウトボイス真田ナオキコンサート2025、1月5日日曜日、レイボックホール埼玉市民会館大宮、チケットは0222224997、世界芸能まで、世界芸能オンラインショップもご確認ください。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。 CM は店舗です。いや、リズム的な店舗じゃなくてお店の店舗。店舗専門の不動産屋さんといえば、で検索。
貸し店舗や貸し事務所でお悩みのあなた、私たちにご相談ください。事業用不動産専門の検索。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら。天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。出張買取はカメラの北村。電話は 0120-157-999。 繰り返してくれる？ 157-999。 はい。ザ・ラジオショー2時です。時刻は2時になりました。ナイツザ・ラジオショーをお送りしております、うん、はい、さあメール来てますかね。たくさん来てますよ、うん、もこちゃんさん、はい、最近汗をかいたことは、うん、高校生の娘の英検を申し込むことを忘れたことです。いや、本当に申し訳ないことをしたと猛反省しました。来年大学受験なので、うん、これは本当に間違いない。いやー本当ですよ。指差し確認、ダブルチェックなど抜かりなく行いたいと思います。こういう時の汗は本当に臭いので嫌です。そういうことじゃない。そういうことじゃない。こういう時の汗臭いんだ。やばいねこれは。ね、これはヒーってなるでしょうね。ね、そういうこともあるもん ね。親がやってたからね全部。あ、確かにそうですね。結局やっぱ、ね、それも含めた受験だよね。手続きをちゃんとできるっていうのも、一つのこうやっぱもう試験が始まってるみたいなことなのかな。いやー、そうですよね。なるほどね。ね、いろいろやることいっぱいありますもんね親はね。ギリギリまでさ、あのそういう申し込みをわざと遅くする人とかもいるらしいよね。そうするとこうなんだろう、最後に受付するから、何番ですった時に自分の受験番号でどのぐらい受けてるかって分かるから、その人数を知りたい。倍率が分かるから、なんとか倍率がなんとか分かるから、そのためにギリギリ怖いじゃん。怖いですよ。なんかちょっとね、郵便のこうちょっと遅くなっちゃったらね、思ったらね。でも吉本の養成所もその A クラス、うん、あの番出席番号が早い方のクラスのがやっぱ真面目な子が多いんですよ。ああ、NSC は後半の方になると、うん、5、6組になると、うん、ちょっとこう不良っぽいっていうか、うん、でもやっぱり、ね、そっちのクラスの方がね面白いんですよ。クズが集まるんですよ。そう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 。なるほどね。だから A の方がよくできてるけど、うん、あんまり面白くなくて、うん、後ろのクラスの方が雑なんだけど言ってること面白いみたいな感じになったりもするので。ケイ、ね、ちゃんはどっちだったの？女子は、ね、女子だけなんですよ。あ、女子は女子だけなんだ。そう、女子クラス、男子だけそれがあるんだ、はい、そうなんですよ。だからそういう受験もよく考えてみたら、うん、申し込んだ順なのであれば、うん、そのどっちの方が自分が集中してできるかとか選べるかもしれないですね。真面目な人たちの中に自分が入った方が頑張れるのか、結構そのギリギリ派の中にいた方が頑張れるのか。絶対に真面目な方がいいけどね。いいかな。なんか怖いじゃん。でもちょっと申し込み順だとして、うん、結構でっかい大学の一番ってちょっと恥ずかしくないですか？なんかすごいちょっとなんか、うん、やる気満々、なんかやる気満々みたいな、なんかちょっとだけちょっとそうだね、不安になるかもね。なんかね、一番って結構受けてんじゃないのこれ、一番ってなるかもしれない、ね、それはあるね、確かに ね。あ、そういう順番なんだ。なんか私ぐらいの時はそんな感じでした。そうなんだ。さあ、まだまだメール待ちしております。この後はプロ野球解説者里崎智也さんの登場です。ナイツの土屋です。花輪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 です。10月21日月曜日からのナイツラジオショーはナイツジャパン秋のリスナー感謝祭。豪華なゲストが登場。月曜日はサマーズ大竹和樹さん。火曜日は三四郎。水曜日はストーンズ高地優吾さん。木曜日は柿原忠さん。放送をリアルタイムで聞くと毎日現金4万円が当たります。ライズ・ザ・ラジオショー毎日2時台はザ・ゲストショーと題してお送りしています、うん、2時台のゲスト里崎智也さんです。はい、よろしくお願いします。こんにちは。はい、もうレギュラーです。早いっすよ。はい、前回が7月ということで遅っ。
いや、そうだね、そうじゃない。毎月でしょ、逆に。そんなゲストコーナー、この2時台のゲストコーナーで、7月、10月来る人いないですよ。日本放送解説もやって、レギュラーになりたいですよ。大丈夫、そのレギュラー。はい。何曜日、何曜日が都合いいですか、じゃあ。いや、ランダムで。そこは、そこまでは決められないよと。なんだ忙しいから野沢くんとかの時間にやってましたからね、うん、月一レギュラープロ野球クイズとかってこっちが持たない。いやいや、もうお安いですよ。もう財布が月に飛ぶぐらい軽いです。いやいやいや、人もなんか調べたら大阪で講演会、大阪で講演会ってましたね。ちゃんと調べてました。調べてですか。大阪高槻市で講演会ってましたね、明日。そうなんです、明日。はい、明日講演なんですよ。講演会もやってますね。で、なんか見たら入場無料になってるんですけど。そうですね。なんで無料なんですか、入場。いや、それはそこの、あの、運営の主催が僕に払ってくれるんですか、うん、だから、うん、サービスなんじゃないですか。でもなんか、たまに、日本それ落合博満講演会とか言って、うん、ああ7000円とか8000円ぐらいしてやってるじゃないですか。ね、うん、それやればいいの。だから、それほど高くないんでしょうね、うん、僕のが。多分懐から払える額なんでしょうね。やっぱ落合さんクラスになると懐だけじゃ無理やと、はい、入場券も入れないと無理やって主催者だけじゃ払えない、払えないっていう、いうことですか。いや、僕日本放送の公演やってないな、そういや。気づいちゃった。そういややってないですね。おかしい、おかしいですね。落合さんやってるぞと。はい、僕まだやってないんですけど。講演会が一番儲かるでしょうからね。1時間ぐらい話すんでしょ、だって。一緒の人はいるんですか。いないし、一人喋りです。ええ、本当。あ、そうなんですか。はい。え、最高の時間ですよ。マネージャーは来る。マネージャーは来る。来ない時もあります。一人で、ほぼ来ないです。一人で帰ってくる。一人で、一人で喋って帰ってくるさ。どういうことをお話しするんですか。一人の時。やっぱ才能なくても、一流になれる方法とか。おー、普通に興味深い。興味深いですね。いや、花輪さんも知ってますよ。え？だって僕と一緒ですもん。ね。あ、そうです。僕、マインドが一緒なんで、はい。あ、そうなんですか。まあ、優勝しなくても審査員になれる。大したことなくても、トップ入れます。マインドさせてきたんですよ。俺たち結構大したことあるって大丈夫ですか。日本一のキャッチャーになってます。大したことだって、大したことないのに WBC のキャッチャーやってますから。日本放送のショーアップライダー解説陣見てくださいよ。僕が一番大したことないんですよ。大したことないんですけど頑張れてるんですよ。そんなことないよ。それはすごい実績もあり、実績あるんだから。そんなことです。僕だってヒット890本しか打ってないんですよ。1000本も打ってないんですよ。野球っていう数だけ打って、ホームランはたかが108本、煩悩の数だけ打って悟って引退しました。もう講演会、講演会の講演会ネタでしょ。890本野球で事実なんですよ。お金が上回って痛くも痒くもない。自分の卑下することも痛くも痒くもない。もうイントネーションで分かる。イントネーションで言い慣れてるのが。ただこうキャッチャーとしてホームランこう2桁以上ね、うん、打つ人たまにいないでしょ。キャッチャーとしてあの6年連続2桁とかはなんか4位とかだったりする。すごい、すごい。一番野村克也さん。あ、そう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 、うん、はい、そうでしょ。はい、もう単独で古田さん、え、野村さん、古田さん、あと誰、城島さん、まあ新之助とか安倍、ああ、城島さんもいるじゃないですか。ジョーはちょっとメジャー行っちゃったんで記録が止まったんですよ。僕なんてジョーがメジャー行ってくれたおかげでちょっとチヤホヤされてるだけで。もともとだから大学もね、城島さんが行くんじゃないかって言われていた大学が行ったらレギュラーになれないっていうので、まあその帝京大学に行ったっていう。僕はもう強いところに出れるところなんで、そんなもう出れないのに強いところ望みしないんですよ。だからもう出れるところでいいんですよ。そうする言ってましたね。なんか球団もやっぱり。そう。球団も一番弱いロッテに行って。はっきり言っちゃう。はっきり言い過ぎだって。いやいや。だって弱いところの方がチャンスあるじゃないですか。で、そこでレギュラーになって、やっぱね、いければ、どんな強いところ行っても補欠じゃ意味ないですからね。これがなんかこの生き方がやっぱりね、またそれは講演会でも。それは人気になるわ。やるということですけども、まあとりあえずシーズン終わりまして、はい。どうでしたか、順位予想的には。きっちり、きっちり当たりました。マジっすか？きっちり。はい。自慢じゃない、自慢じゃないんですけど、きっちり当たりました。嘘でしょ。僕はジャイアンツ優勝してます。ジャイアンツ優勝。2位阪神。3位 DeNA。当たったの？はい。うわ、すげえ。きっちり。すごい。僕は4位中日、5位広島、で、6位ヤクルトだったんですけど、まあ、ほぼ当たってますよね。いや、まあまあ、3連単当たってればすごいと思います。十分でしょ。ほぼ当たってんすか？回だって、もうほぼ当たってんすか？僕最後中日頑張れと思いましたもん。そうでしょうけど。中日頑張れ、お前最下位やめろ。よし、中日5位だったら、僕は4位と5位の広島中日だけは違うだけでほぼ当たったんですけど、ちょっと中日が僕の思い通り頑張ってくれなかったんで。それはもうタイムリーを打たなかったと。でもほぼ当たってんすか？
パリ、パリーグは？パリーグは優勝ロッテ。何やってんだって話なんだ。だから僕の。外れた時はめちゃくちゃ相手を。ロッテに怒る、ロッテに怒る。僕のせいじゃないですもん。頑張るそうは自分で。それを当てるのが予想でしょ、だって。違うんですよ。頑張んない奴が優勝できるのに頑張んないんですから。うん、おかしい。頑張んなかったんですか、千葉ロッテは。そう、だから僕の予想は当たってんですけど、うん、はい、だからが、本人たちが頑張んないから、予想に選手が追いついてこなかったんだ。そうそうそう、だからダメじゃないですか。競馬場にいるおじさんと一緒ですよ、それ。競馬場のおじさんと一緒。違いますよ。何やって、ちゃんと走れよって。それってあなたの意見ですよね。論破。違いますよ。僕の予想ですから。意見、意見ですけど、うん、正しい予想してるんですよ。でもそれに見合う活躍をしない人たちが悪いですよね。だから僕のせいじゃないですよね。本当はそのぐらいのポテンシャルがあるんですよ。あるのに出せてないって誰が悪いんですか。ロッテはでもそれぐらいのポテンシャルあったと。ああ、優勝できたんですよ。3位でしたけどね。ああ、だからソフトバンクなんかは僕は2位予想だったんですよ。だからほぼ当たってますよね。まあ、2位ですけどね。西武は、西武ライオンズ、西武は4位です。だからあんなに頑張れないとは思わなかったです。パリーグ弱いな。パリーグちょっと弱いな。頑張った。西武の再開とかね、だからその辺ちょっと肝のところは当ててほしい。難しいってことだよ、順位予想。そんなのアギラーとコルデロがあんなに打たへんって誰も思わないですよ。外国人が頑張んなかったんだ。全然頑張んなかったし、高橋コーナーが0勝11敗。誰が予想できます？0勝11敗。そうだよ、高橋コーナー。まさかね、2桁勝つと思っていたら借金できないで11個作るとは思わなかった。だから僕のせいじゃないですよね。これはまあでもしょうがない、これは言ってもね。クライマックスやってますけども、はい、日本ハムがもう9回ワンアウトから万波が同点ホームラン打って、昨日も逆転勝ちで、2試合連続逆転勝ちで、どうですか新庄監督の勢い。だからこのファーストステージは、はい、新庄さんは短期決戦の戦い方、はい、やるべきことをしっかりできたなと、うん、なるほど。ピッチャーもイニングまたぎ辞さず、ね、うんうん、回の途中からでも変えたりとか、うんうん、選手の入れ替えも含めて、うん、もう勝てる策は全部打ったんちゃうかなっていうところはありますよね、うんうん、はい、だからそこがうまくいって、 なんといってもこのホークス戦ファイナルね、はい、またこんなこと言ったらお前ホークスアンチやろうとか言われるんですけど、うん、伊藤博美を取ってたのが大きいですね、日本ハムが。で初戦に伊藤博美、うん、ホークスと今年相性いいんで、最多勝だからね、はい、ここで、まあ、多分ホークスは有原だと思うんですけど、そう、伊藤博美が勝ったら一勝一敗になるんで、うん、そうですね。その勢いどうなるかっていうところはこの初戦一番面白いところですね。アドバンテージをね、はい、まあ、最多勝対決、はい、有原と伊藤博美、はい、でもモイネロもいるし、そうなんです。だから、うん、あっちは有原、モイネロ、多分あのスチュワートジュニアだと思うんですよ、うん、スチュワートジュニアね、もしくは大関がここら辺の多分4人、うん、来ると思うんですけど、うん、だからファイターズとしたら多分伊藤博美で2戦目がちょっといないんですよ、やっぱりファースト戦ってるんで、うんうん、だからひょっとしたらバーヘーゲン、うんうんうん、でもう一回加藤来て、うんうん、山崎幸也が金村どうなるかなんですけど、うん、ちょっと投手陣が今年ホークスに相性良くないんですよ。あ、そうなんだ。伊藤博美以外の投手陣はなかなか厳しい。ちょっと良くないんで。中継ぎ陣もですか。はい。だから、でも打つのは結構相性良かったりするんで、うんうん、まあそこどうなるかって、打てるかどうかもね、結構ポイントかな。今年、あの、清宮が、もうずっとね、すごいポテンシャルって言われてましたけど、もう後半戦の清宮くんが、ものすごく、活躍されてた。いや、大きかった。だから、日本ハム2位の躍進は、やっぱり、レイエス、清宮の活躍が一番大きかったですね、この2人が。何が変わったんですか、清宮君は。何が変わったんですかね。うん。すごい。急に。何でも分かる感じだったのに、急に。でも、結局はもうタイミングなんですよ。うん、タイミング。バッティングは。もう、形とか正直、何でもいいんですよ。へぇ、そういうもんなんですか。タイミングが取れないと、その完璧な形で打てないじゃないですか。うん。だからタイミングが、あれば、そこそこ、みんなだからタイミング外すために、いろんな球種を投げたりするわけじゃないですか。はいはいはい。だからそこがタイミングが安くなったっていうのは、やっぱ合わせれるようになったのは大きいんじゃないですか。取り方が上手くなってるというか、はい、まあ、あとはやっぱそのサードの練習もしっかりして、うん、ファーストじゃなくても試合に出れるポジションを増やしたのも大きかったと思いますよ。あ、確かにサードの守備はね。僕は現役の時タイミングが合わないなって時はなんか、うん、下手くそなんですよ、僕はタイミング合わせ。タイミングが下手だったんですよ。クソほど下手くそなんですよ。どうしてたんですか、でもそれを。だからもう、合わせれないわけじゃないですか。うん、はい、何来るか分かんないんだから合わせれないから、うん、もう仕方ないと。うん、配球読もうっちゅって、うん、スライダーのみちって。あ、もう、もうこっちで、こっちで勝手に合わせるんですよ。それに。で、だから合わなかったら打てないですよ。なるほど、もうそれがね。生張ってたんだ。はい。だからまあ、それ相手のピッチャーのパワーバランスによるんで、ヘボいピッチャー来ると何でも打てますけど、うん、やっぱそれはダルビッシュとか松坂とか、岩熊とか一流になってくると、それは何でも打てないんで、もうカウント勉強して、配球勉強して、確率論取って、このカウントだとこの球種が多いって言ったら、もうそれ山張って打ちます。合わすの下手くそなんだ。ダルビッシュだって球種なんかいっぱいあるじゃないですか。ダルビッシュもあるんすよ。あるんすよ。あるんですよね、ダルビッシュ。めっちゃあるじゃないですか。あるんすよ。打てないでしょ。いや、打てるんすよ、これが。ダル
ビッシュ打てるんですか。ダルビッシュ結構打ってんすよ僕、対戦成績。そう、山が当たったんすか。結構当たるのもあるし、うん、ランナーいなかったら若干舐めてくるんで、うん、あーじゃないんですよ。野球全然わかんないけどなんかわかります。あーじゃないんですよ。4番とかはギア入れて投げるけど、ちゃんと890本も打ってんすよ。108本ホームラン打って、ね、野球ね、野球でね、うん、でもチャンスがあって、あと2ボールとかになってくると、うんうん、簡単にスライダーでカウント取ってきたりするんですよ。だからそれだけ狙っとけば、うん、それが一番打ちやすい球なんで。だから配球も読むのも大事だし、そうだから合わせれないんだったら配球読んだ方が、はい、頭良くないと無理だね。プロ野球で活躍するにはね。セリーグちなみに、はい、ベイスターズがものすごい勢いで、はい、阪神にまさかこう甲子園で連勝そうですねするとは思いませんでしたけども。僕は岡田さん退任の情報はいらんかったなと思ってるんですよ。事前に途中で発表がありましたけど、やっぱ最初に発表しちゃうと、うん、でうまくいったの見たことないんですよ僕。ああそうですね。矢野さんも開幕前に今年最後だって言って、はい、開幕何連敗したこともありましたしね、はい、そうなってくると言うこと聞かないやつが出てくる可能性あるんですよ、うん、どうせ辞めるんで。あそこも来年いないからと、はい、そんなもんですか。そんなもんだって全員が好きなわけじゃないんで、うん、監督を。そういうことか。だって自分が合う合わない、合う合わないもあるじゃないですか人間で。あと使ってくれる使ってくれないもあったりもするわけじゃないですか、ね、うん、そうなってくるとうまくいってる間はいいんですけど、うま、ん、くいかなくなると一気に空中分解するんで、どうせやめるでもすっぱ抜いたところが一番大問題です ね、はい、なるほどね。だから終わってからで、うん、終わりましたやめますでいいじゃないですか。だからあれがちょっといらない情報だったんちゃうかなって個人的には思います。なるほど。コーチとのなんか合わない合うとかもめっちゃあるでしょ。めっちゃあります。プロ野球ってはい、仕方です。そしたらもうね、仕方ありました。やっぱり合わない、合わない人がバレンタインにはあったでしょ。たらバレンタインはあったでしょ。はい、ボビーも合わないこと話し合ってくれるんで。だからやりやすいですよね。だから納得いかないことが言ったら、うん、で僕はこう思うんですって言って、うん、それを受け入れて僕のやり方をさせてくれた時もありますし、うん、話聞いたらあよく理解できたって言って、うん、そのボビーのやり方やる時もあるし、うん、でお互いが話し合って、うん、新しいやじゃあこっちにしようかっていう新しいものができたりする時もあったんで、うん、だからやりやすかったですね。はい、それでもよく聞きますよね、はい、もうなんかそのどうせ こいつ辞めるんだからこのコーチの言うことをあんまり、もう、聞かんとこうみたいなね。自分でやりたいようにしようみたいな。来年もいると思うから、言うこと聞かないと使われなくなったりしちゃうから、もう仕方ないから言うこと聞いてるけど、みたいなのもあるんで、ね、まあ、どこの世界も一緒だと思うんですけど、ね。難しいよね、マッチングとかね。あ、まあ、何が正しいか分かんないんで、でもやってみるのは大事だと思うんですよ。納得できなくても、一回ちょっとやってみて、で、うまくいけばいいじゃないですか。はい、で、ダメだったらやめればいいんで、それなんか最初から嫌だからってやんないと、ちょっと損しますよね。特にやっぱこの短期決戦になるとそういうなんかこう監督の采配とかやっぱ合う合わないみたいなのが結構大事になってくるわけですか。そうですね。だからやっぱチームがやっぱ一つになってる方が、そう小さいこと自己犠牲とかもやりやすいですよね。なるほど。安倍監督はどうですか今年。いやでもまあそのキャッチャー出身ですけど、いろんなこともやりながらなんか叱咤激励しながら、なんかまあ僕は分かりやすくていいなと思いましたね。分、はい、かりやすい。やっぱその、うん、口に出してくれたり、表現してくれたりする方が、うん、まあ、選手は分かりやすいんですけど、うん、日本の昔からの人って、うん、言わなくても分かるやろう精神出してくるんですよ。ああ。言われなきゃ分かんねえよ、みたいな。はいはいはい、あと、結果がダメだった時だけ言う、みたいな。でも改善策言いません、みたいな。なるほど。で、ダメだったことばっかり言われるってなると、なかなか難しいんですけど、具体的に言ってくれたりとか、あと気持ちの面でも、すぐね、杉内、あの井上春人の時でしたかね、生かしたりとか、そういうなんかその影だけじゃなくて表でも分かりやすく行動してくれるのは選手は分かりやすいんちゃうかなと思いますね。なるほど、はい、ジャイアンツちょっと菅野投手、はい、メジャーリーグにね、いやあれは行った方がいいと思うんですよ正直。もう34歳、はい、で多分本人もねずっと行きたかっただろうし、そのなかなか自分の体調とかコンディションも含めてタイミングがなかなかなくて、でまあ今年5年ぶりにキャンプの初日からブルペン入って、うん、でチームを優勝させると、ね、15勝最低でもしますってんでして、結果も残して、もう最後のチャンスじゃないですか。だから、ね、ダルビッシュは今38歳で、これポストシーズン先発して完璧に投げてるわけですから。38歳だもんね、ダルビッシュ。結果出して。菅野まだ36歳なんで、そう考えたら、
最後ね、うん、これはもうだって巨人でやるべきこともやったんで、もうないと思うんですよ、もうやるべきこと。うんうん、だから最後の自分の夢のチャンス、ね、何年あるか分かんないですけど、うん、頑張ってもらいたいなと思いますよね。ファンもね、なんか喜んで送り出したいですよね。小林誠司も一緒に行きますかね、メジャーに。ペアですからね。大体ね、小林さんですけど。小林誠司もね。マスクか。一緒に、うん、いや、行かないじゃないですか。いや、それ、さすがに僕も、行くんじゃないですかは、ダメっすよね。そこだけ切り取られちゃうから、ね。何でも乗っかってくれるよ、ね。でも、もうすでに監督が今回新しくなった。めっちゃ変わりましたね。めっちゃ変わった。もう里崎さんより年下もいるでしょ、うん、岸田ね。岸田さんとか、はい、球児もそうですね。はい、うん。頑張ってもらいたいですね。どう思いますか、やっぱりこの辺の藤川球児新監督なんていうのは。別にどうも思わないですけどね。切れてません、切れてないってことだね。藤川さんの解説とかやっぱり結構、はいはい、面白かったからね、はい、藤川さん どう現場はまだやってないでしょ、はい、ヘッドコーチとかそういうのやってないけど、はい、藤川さんだから勝負っすよね、勝負、僕もそうっすけど、うん、好きなこと多分言ってきたと思うんですよ、うん、解説でね、解説ね、そうか、 YouTube とかも含めて好きなこと言ってきたと思うんですよ、はい、でそうなってきたら全員が藤川のこと好きじゃないんで僕も散々言ってきたな、僕も全員が里崎好きなわけじゃないんで、今まではあの遠くから弓打ってるんで、はい、自分のに弓返ってこなかったですけど、はい、自分の弓返ってくる場所まで降りちゃうんですもんね。そうか。ってなってくると、うん、あの僕もそうですけど、仮になったら過去のもう何年前の動画やねんっていうのをあの見つけてこられて、そうか、もう残ってるから切り取られて、うん、お前こんなこと言ってたのにお前やってることちゃうやないかって SNS で叩かれるんですよ。だから頑張れって思います。いやだからもう勝てばね、解説者はそれがあるからな。でもそういう藤川さんを見てみみたいな、そのやっぱりそれで勝ち続けて、はい、文句言わせないとこ、そうそうそう、もう勝ったら文句言えないんで、昔はテレビラジオだけだからそんな録画機能とかないじゃないですか、全部もうスクショされて、そんなの言ったっけなっていうことまで、お前こんなこと言ってたぞって炎上します。頑張んないと。まあ頑張ってほしいな。あのこの中だと、うん、楽天がね、はい、今井さんが1年で終わっちゃったじゃないですか。どうですかやっぱあれは。全くびっくりしないですね。うん、もうそういう新しいこうだからまあサッカーと同じような感覚、そうそう、だから楽天はもうそういうスタイルなんだ、球団が。でヴィッセル神戸だって監督パンパン変わって、はい、でも優勝したりしてるわけじゃないですか、うん、だから別にあの野球界もそんな何年もやらなきゃっていうのもないから、うん、上田がやり方気に入らないと思ったらバンバン変えていって、うん、やり方に沿う人を使えばいいだろうし、別にあのそれが分かってて契約してますよねと。なるほどね。はい、それ厳しい。でも新庄さんみたいにやっぱ3年ぐらいかけて自分の強いチーム作り上げるみたいな。だからそれはその1年目再開でもやってることを球団が理解してくれて、うん、いやこれ今までこれ今成果出てないけどこのやり方 OK ですよと。うん、で2年目も出て、あいい感じで球団も、うん、あやり方間違ってない。うん、で3年目じゃないですか。うん、で1年目分かんないですよ。想像の範疇の中ですけど、今井が1年間やってきましたと。うん、やってきた結果球団の上は、いやちょっとやってること意味わからんなってなったら無理ですよね。だって交流戦優勝してるんですよ、今井さんも。いやだからそれは、うん、優勝しただけで、うん、別に上がいやちょっとやってること理解できんなって思ってる可能性あるじゃないですか。だでそうなったらやっぱそれはもうでもどこの世界でもそうですよね。だって監督なんて雇われ店長みたいなもんなんで、その部署の、うん、だからオーナーが無理やってなったら、うん、それはもう仕方ないし、うん、そういう会社なんだから、うん、それをまあね、だから逆に言うと、うんうんうん、元監督って肩書き、はい、結構レアじゃないですか。デーブさんとかもそうですね、うんうんうん、はあ、だからそれを1年でやったら元監督つくんで、その肩書き使って次のビジネスに活かしていけばいいんじゃないですか。僕なんて元監督ないですから肩書き。元監督ちょっとそろそろ欲しい。え、別にいらないし。これだけ言ってたらちょっと佐々木さんがじゃあ監督になった時は1年で結果を出しに行く方がいいですか、それともこうやっぱ2年3年新庄さんみたいにこう欲しい、 どういうプランでいけますか。やるの選手ですから、はい、選手が大したことなかったら時間かかるじゃないですか、うん、だからそこにもよりますよね、チームによる。じゃあやっぱり補強する、ね、ドラフトとかそういう FA とか、うん、まあ、どこに行くかにもよりますけど、それはもう、うん、まあ、だからまず、うん、フロントの人を辞めてほしいですね、全員。え、佐々木さんが監督になるときには、全員辞めてほしい。基本的にあのチームの戦力に関わった人たち全員辞めてほしいですね。
え、すごいな。フロント上ですよね、上の。その、だってやる前の。だって、要は、成績の。僕に監督を依頼してくるってことは、はい、今のチームが、成果を出せないんですよね。出せないってことですね。はい。でも、そのチーム作ったの誰なんですかって。あなたですよね。いる必要あるんですかっていう。なんで監督の首だけ変えて。すごい、こんなこと言えない。でも入った瞬間にもう、お願いします。入った瞬間にお願いしますって言うでしょ。いやでもその人はお願いしますって言う人いないじゃないですかって。あ、じゃあその条件としてやめてから入る。だから今回僕は渡辺さんの監督、素晴らしいなと思って。あ、GM をね。で、GM やって、だから要は渡辺監督が西武っていう球団を作り上げてきたわけじゃないですか。ドラフトでも取って。で、松井監督を1年数ヶ月で、まあ、いわば実質退任ですよね。ってなった時に、じゃあ自分が作り上げたチームを自分が指揮しに行ったわけですよね。で、それで、松井和夫監督よりも負けたわけですよね。そしたら、両方辞めるのが筋ですよね。まあ、そうですね。だから僕は、その選択は素晴らしかったなと思ってます。これやっぱり、ケイちゃんが全くちょっと野球わからないんで、そろそろもう、限界だと思うんですけども。いやいや、そんなことないですよ。大丈夫ですよね。はい。やっぱり、吉本のそういう上に全員辞めろとかって言うみたいなもんだからね。私は絶対言わないですよ。それぐらいめちゃくちゃなこと言ってますよ。そういうこと、はい、めちゃくちゃ。一旦 CM 戦は子育てのお話を急に伺いたいと思います。 CM 交通情報です。あ、 CM です。相続税の申告を後回ししている方は0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。ラッツ R して、アンドモア、バチボコプレミアムライブ in 日本武道館。詳しくは番組公式 X または日本放送イベントホームページをご覧ください。ライブアズマ2024、福島のあずま球場で行われる福島最大級の音楽フェスティバル、3回目となる今年は10月19日土曜20日日曜に開催。出演はアクアタイムズ、マンウィズアミッション、ドラゴンアッシュ、JO1、 ハイド、羊文学、クリープハイプ、ジオーラルシガレッツ、水曜日のカンパネラ、スチャダラパー、エンドモア。あずまの自然と福島の人の温かみを感じられるひととき。詳しくは公式サイトを今すぐチェック。これは二人のお笑い芸人が紡ぐ友情の物語。二人が出会ったのは、おっと、どうやら相方の平井くんが寝てしまったようなので、続きはまた今度。男性ブランコのおしゃべりマレットは毎週火曜配信。ラジオビバリーヒルズ、井上紀美子です。翔太さん、水曜ビバリーに俳優の西岡徳馬さん登場です。アメリカでエミー賞の将軍に出演されたりと、お芝居の方はずっしりしてるんですが、トークは軽やか。明日水曜11時半、ラジオビバリーヒルズは西岡徳馬さんだよ。さあ、ゲストは引き続き里崎智也さんです。はい、よろしくお願いします。プライベートだとどういう生活ですか、野球以外だと。里崎さんはでもほぼ仕事っす。ほぼ仕事、はい、うん、多分1ヶ月僕で、うん、YouTube 以外で50から60ぐらい仕事してるんで、うん、すごい。 YouTube 以外で、はい、テレビラジオとか、とか、はい、あとは公演とかイベントだ、野球教室だったり取材とか、はまあ、打ち合わせとかも含めてですけどね。そうですね。家族でどっか出かけたりとかは。あ、します。だから長期で休みます。あ、まとめて。はい。もう2週間とか。それって大体こうシーズンが終わったらですか？いや、もう、あの、シーズン中でも。あ、はい、もう関係ない。あとは、だから子供が小学生なんで、はい、だから子供の休みに合わせて休まないといけないんで。なるほど。だからもうゴールデンウィークとか高いの分かってて休みます。お子さんへの教育はどんな感じなんですか、ね、ちょっと知りたいよね。今みたいな感じで、うん、やるのはお前が悪いんだろみたいな感じなのか意外と子供には甘いのか、うん、子供には甘そうだよ、ね、いやそうなんですけど、うん、まあ、夫婦感があるじゃないですか、はい、考え方が、はい、だからもうぐっと我慢してます。あ、奥様を立てて、はい、そこは我慢できる、はい、でももう所詮自己責任だよって思ってるんですよ。
知らないからねっていう。佐々木さんっぽいなと思う。家なくなるからねっていう。そういう、そういうですよ。頑張んないと家なくなるからねっていう。極論すぎますよ。はい、子供の教育の話ですよね。はい、家がなくなるって言ってるんですか。だって家はですよ、うん、あの。自由にやらせてたらってことですか。相続税払えなかったら売るしかないじゃないですか。うんうん、だから、それに見合う、はい、それに見合う、頑張って、収入稼ぐ、仕事に行かないと、うんうん、あの、もう、家なくなっちゃいますよっていう。相続税の話なんだ。思いっきりそう、そうですけど。そんな話してる。だから、うちの妻とかにも、子供は、頑張ってやんないと、うん、6畳一間のアパートで一人暮らししなきゃいけないからねって言われてます。うん、今の生活はできませんよっていう。子供何か、こう、あるんですか、こう、やりたいこととか、まだわかんない。まあ、いろいろや、いろいろやらせてるんですよ。うん、だから運動だと、ね、うん、今だとプール、うんうん、まあ、プール、ピアノ、野球、キックボクシングやってるんですよ。うん、すごい、はあ。長男だけキックボクシングで、次男だけピアノやってるんですけど。へぇ、はあ、全然違うんですね。はい、あ。まあ、やりたいって言うから。やりたいって、はあ。でも学校のことができなかったら、もう全部やめるって言ってるんですよ。ああ、じゃあ勉強もちゃんとね。そこはちゃんとしてるんだ。はい、あ。野球見に行ったりもします？二人で。練習す。みんなでプロ野球見に行ったりとか。いや、僕は行きたくないですもん。あ、そういう、そういうの。子供と一緒に見に行ったりはしないですか、うんうん、だから、WBC とか、うん、そういう日本代表の試合があるときに、行きたいんだったら、チケット取ってやるけど、行けばって言って、僕は解説してますけど、あ、一緒に見るってわけじゃなくてね。はい。なるほど。はい。それはやっぱもう子供と一緒には見たくない、野球は。いや、面白いですか？いやまあ、なんか幸せな時間かなって。いやいや、ね、お父さんっつってなんか教えてって言ってくるの可愛いじゃないですか。パパこれ子供がね。いやいや、見ながらね、とかね。そんなのもう絶対静かに見とけないんで、うん、ファンの人いっぱい来るんで。ああ、そういうことか。サインしてくれとか写真撮ってくれとかなったら、もうゆっくり見れないんで。だから一回サッカーを見に行ったことあります。ええ、それ楽しかったですか？いや、あんまり。あの、フロンターレとチェルシーかなんかの試合を、横浜スタジアム、日産、見に行ったんですけど、ちょっと誰が誰か分かんなくて。根本的な。ちょっと動いてるじゃないですか。単純に。動いてるから。いや、単純にサッカーはあんま見たことないでしょ、背番号。いやいや、そう、誰が誰かを。動きますよ。で、あの、野球とかだとビジョンで、あ、出るから、ね。出てるじゃないですか。ね、分かるしね。でも、常に出てないから、一瞬見ただけで、あいつ、誰が誰かなって。やっぱデータ派だから、サッカーのやっぱこう、わかんないのが嫌なんですね、だからね。動くスポーツがね。決まったポジションにいないのが。ちょっとあの、上の方だったんで、うん、全体は見えたんですけど、うん、ちょっと目が追いつかなくて、ちょっと見えた。苦手なもんあるんですよ、ね、佐々木さんも、ね。でもなんか幸せな瞬間ですね、そういう子供となんかね、旅行行ったりとかね。ね、うん、大学なんかスキー行ったりとか、うん、家族で、あ、それなんか動くのによく行ってます。動く、体を動かすのは好きなんで、はい、温泉とかも。あ、そうですね、はい、最高だね。いいですね。奥さん、奥さんはどんな方なんですか？どんな、普通です。分かんないです、だって比較対象がないから。まあ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 、そっか、まあ、どんなんですかって言われて、うん、逆にっていう。主導権奥さんの方、家の。だからまあよく言うんですけど、うん、あの僕が、うん、あの総理大臣兼財務省、うん、財務大臣で、財務大臣、うん、で妻が官房長官兼総務大臣ですよね。どういうことですか？官房長官ってどういうことですか？家庭内の官房長官ってそういうことです。僕はもう外で外交とか財務のことはやってるけど、うんうん、妻が家のことをきっちり回す、うん、まあ、子育てとかやる、ね、なるほどね、はい、そういうことか、うん、さあもうそろそろお別れの時間ですけど、ね、うん、もう終わりですか、ね、お知らせなんかありますか？お知らせですか？なんもない、あ、なんもないですけど、なんもないはダメなんですよ。なんもないんですけど、はい、僕はあ、明日からね、そう、ショーアップナイターが、あ、じゃないです、当たりますよ、日本放送の。これで呼ばれてる、これで呼ばれてるんだ、言ってますよ。クライマックスシリーズ、クライマックスシリーズね、はい、巨人 DeNA 戦がショーアップナイターで放送されますけど、はいはいはい、ちなみに僕は出ません。はい、解説、僕が出るのは、はい、あの日本シリーズ第1戦初戦です。大事ですね。だから東京ドームなのか、うん、横浜スタジアムなのか分かんないですけど、なるほど、初戦の解説なんで、うん、あのクライマックスシリーズは僕は出ないですけど、うん、豪華
ラインナップの解説すごいですからね、日本放送解説陣も。僕だってもう全然もう足元にも及ばない。いやでも僕はちょっと日本シリーズで待機します、ね、でも明日からねクライマックス楽しみですけども。そうですね。でまたオフシーズンになったら90円もあんのかな。90円もだからもう収録日が決まってましたけど、ね、あそうですか。決まってるんですよ。もうなんでそこなんていうところで撮る。しかもはい、ナイスさんがこの番組やるから、うん、絶対4時以降なんですよ。そうか、スケジュールこの番組終わりで行くからね。絶対4時以降だから、はい、絶対試合とかぶっちゃうんですよ。また今年もよろしくお願いします。かぶっちゃう。ということで今日のゲスト、佐々木智也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。10月21日月曜日からのナイツラジオショーはナイツジャパン秋のリスナー感謝祭。豪華なゲストが登場。月曜日はサマーズ大竹和樹さん、火曜日は三四郎、水曜日はストーンズ高地優吾さん、木曜日は柿原忠さん。放送をリアルタイムで聞くと毎日現金4万円が当たります。ラジオリビング、箱崎みどりアナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のラジオリビングは以前ご紹介して大反響いただいたスポーツオアシスが作ったスタイリーボールをご紹介します。スタイリーボール、はい、前回買いそびれた方からも、うん、次の放送はいつですかと問い合わせが多かったこの商品、うん、去年の通販で 1,2 を争う売れ行きだったということなんですよね。健康な生活を送るのに大切なことは太ももの内側の筋肉、いわゆる内転筋を鍛えること。結構大きい筋肉なんですよね。内転筋大きい筋肉ね、鍛えるといいって言いますよね。はい、でこの内転筋が弱いと何もないところでつまずいたり転倒しやすくなったりします。またお腹や骨盤周りの筋肉とも連動していますので、下っ腹だけがボーンと出てきてしまうのもこの内転筋。はい、でさらにくしゃみをした時にヒヤッとするトイレのお悩みの原因にも。産後これに悩まされてます。私ところが内転筋を鍛えるのは専用のマシンでもないと意外と難しいんです。そこでおすすめするのが今日ご紹介するスタイリーボール、開発したのは会員数8万人以上を誇るフィットネスクラブスポーツオアシスなんです。使い方は簡単で、リンゴくらいの大きさのスタイリーボールを椅子に座って太ももの間に挟みスイッチをオンするだけ。今やってますけど、はい、めっちゃ気持ちいいし、なんか、ケイさんもどうぞどうぞ、でこれあのボタンを押すとね、あのどんどん段階変わっていきますので強くしていけます。強さ5段階に調整可能です。で1分間に最大3500回ものパワフル振動が内転筋を効果的に刺激、内側からキュッと鍛え上げてくれるんです。1日1回たったの3分で OK です。すごい振動だけでもちょっとやっぱ鍛えられるんですね。そうなんですよね。そんな簡単なことでいいの、ね、うん、いやでもちょっとなかなかこう強いでしょこれ。そうなんですよ、3分やると結構やっぱり効いたなっていう感じ、うん、まだ1分だもんな。そうしてきます。スポーツオアシスが作ったスタイリーボール、メーカー希望小売価格が 14,800円のところ、期間限定特別価格税込み9,980円、1万円を切ったこのお値段でご購入いただけるのは今日から7日間だけです。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。実際に愛用している方からは、階段も前より息切れしなくなって足が上がるのでつまずかなくなった、ふとした時にヒヤッとするトイレの悩みが気にならなくなった、購入して毎日使用しています、気になっていたお腹周りがすっきりし、去年履けなかったお気に入りのズボンが履けるようになりましたなど、個人差はありますが、これ、ね、こう下半身のいろんなお悩みがね解決したという嬉しいお声たくさん届いています。今もそうなんですけれども、椅子やソファーに座ったまま楽にできますので、
とにかく手軽で簡単です。重さはおよそ 345g と、ね、非常に軽いですし、うん、バッグに入れていつでもどこでも使えます。そしてこちら内転筋だけではなくて付属のカバーの中に入れていただいて、ここに背中を洗うみたいにしてこう、そういうことなんだ。あ、そういう だからこんな形なんだ。あ、面白い。ペットボトルケースみたいな、いいし、ね、ちょうどいい、ね、はいはい、ケースがついてまして、それでこう面白い、気持ちいいですよね。面白い。なるほど。足の裏や肩、背中など、うん、なるほど、ね、全身がブルブル震えてボディケアに使えるというのでね、汎用性も高いです。なんだろうと思ったの。そうなんですよ。で、色はレッド、ネイビーからお選びください。さあ、花さん、そろそろ3分ですけど、いかがですか？めっちゃいいね。あ、プルプルしますちょっと。あ、これは続けたら、うん、歩くのが楽しみになりそうですね。ですね。内転筋、内転筋。こちらスポーツオアシスが作ったスタイリーボール、メーカー希望小売価格が 14,800円のところ7日間限定価格税込み9,980円。関東1都6県は送料込み。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけます。ラジオリビングで検索してください。箱崎みどりアナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。徳光和夫のわがまま昭和歌謡。11月13、14、15日の3日間、私が愛する昭和歌謡の世界を池袋サンシャイン劇場にてとことん歌って語ります。13日はタブレット純さんとマニアックで楽しいムード歌謡、大爆笑のゲストが多数出演いたします。14日浅丘ルリ子さん、久美子さん、ベイビーブーを迎え、時代を超えて愛されました名曲、これを一緒に歌いましょう。15日落語界切手の歌好きであります林家たい平さんと演歌歌手たち、見逃せない3日間。詳しくは日本放送イベントホームページまで。お聞きの番組はラジオで聞いてもラジコで聞いてもザ・ラジオショーです。平日のお昼はラジオショーに周波数を合わせてください。お店さんの電波拾ってるよ。ナイツ・ザ・ラジオショー。ズーム。韓国政府が外国人労働者の受け入れを急拡大してる。新法二郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。日本の技能実習生の月給って21万2千円だったんですが、その時の韓国の一番賃金の安い人が27万1千円。実際日本に来ずに韓国行っちゃうっていうこの状況はまずいっすよ。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。この時間はきっかけコミュニティがお送りします。ザ・ラジオショー。毎週火曜日のこの時間はこちらのコーナーをお届けします。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。産経新聞が作ったインターネット上のファンコミュニティきっかけ。コミュニティの登録者と様々な話題を話すことで毎日が楽しくなったり世界が少し広がったりするようなきっかけを一緒に見つけていけるウェブサイトです。このコーナーではそのコミュニティサイトきっかけに引っ掛けてリスナーのあなたから様々なきっかけを募集しています。今週はコミュニケーションの必要性を考えたきっかけを送ってもらってます。番組メールとともにコミュニティサイトきっかけ内でも皆さんのエピソードを募集しています。早速ご紹介していきましょう。けいちゃんお願いします。はい、きっかけコミュニティよりいただきました。ラジオネームチョコプリンさんです。
ちゃんとしたコミュニケーションを取ることは大切だと思います、うん、SNS や LINE などの普及により人とコミュニケーションは取りやすくなったけれど、話を一方的に簡単に済ませたいと思うようなことも人によって増えて、うん、話も一言や短絡的な一方的な話の前後がないことも増えて、それが普段の会話にもなっていることが増えて、聞き返すことや読み取らなければならないいけないことも増え、一方的かな、うん、一方的なことに返事も困り、たまにストレスを感じます、うん、顔の見えないコミュニケーションは特にそう思います、うん、会話は一方的なものではなく、ちゃんときちんと話の前後をつけ、相手側が読み取ることを当たり前にせず、迷惑にならず伝わりやすくする、お互いのコミュニケーションの伝わりやすさの努力って大切だなと思っています。相手の事情や相手の都合を考えたちゃんとしたコミュニケーションを取りたいです、はあ、うん、なるほど。実際に喋る時もそうなっちゃうんじゃないみたいなことなんですかね。ね、まあ、確かにちょっとなんか、うん、慣れちゃってね、じっくり聞くっていうことがしなくなってきたかもしれないですね。まあ分かるだろうっていう ねことですね。忙しいみたいな感じを出しちゃうからね、みんな時間がない、みんな常に忙しいみたいになってね。そうですね、それはあるね、やっぱりね。続いてこちらもきっかけコミュニティより三原志の丘さんです、はい。コミュニケーションの必要性を考えたきっかけといえば、お酒を飲みながらの飲みニケーションです、はい、私が新人の時仕事がうまくいかず悩んでいました。そんな時先輩が仕事終わりに居酒屋に誘ってくれ、仕事で困っていることとか愚痴を聞いてくれました。お酒を飲んだ方が開放的な気持ちになるし、言いにくいことを言えたりするし、コミュニケーションにはいいと思います。でも最近の若い子は嫌がるそうなので無理には誘いません。確かに ね誘いづらいのかな、やっぱ今なんかね、こういうのもね、うん、どうしたらいいんだろうね。やっぱり後輩から行きましょうよって言ってくれると一番誘いやすいんだろう。いや、そうなんですよね、うん、グイッと来てもらった方がいいですよ ね、でもなかなかないよ ね後輩からは行きづらいよね。 あんまりないですね、うんうん、でも若い子同士で行くのは全然いいんでしょ。どうなんですかね、今若い子たち同士の飲み会とかも減ってるんですかね。ああ、そうなんだ。どうなんだろう、なんか芸人は多いもんね。芸人はそうですね、うん、まあ、でもやっぱコロナの前みたいにライブの後打ち上げみたいなのはなくなりました ね、なるほどね。基本なんかあったじゃないですか、打ち上げって。なんかライブにもよりますけど、だいたいなんか人の単独ライブの後とかは、うんうん、ね、なんかあの参加した人みんなで打ち上げとか、うん、そうね、そういうのもなんかない、あんまりなくなってきてる、結構わかる、なくなったよ、うん、ね、うん、昔はなんか、あ、このライブなんか打ち上げありそうみたいな嗅覚ってあったじゃないですか。なんかね、メンバー見たら分かる、ね、そうそうそう、あ、なんかありそうだぞありそうだなっていうのはね、制作会社入ってるからあるぞみたいな、そういうのもなくなってきてますよね。確かにね、うん、さあ続いて、うん、ラジオネームムックさんです。コミュニケーションの必要性を考えたきっかけですが、時代の流れに乗って今年で年賀状を最後にしようと決めました。そこでほぼ年賀状のやり取りしかしていなかった高校時代の友人に LINE の ID を書いて送ったところ、うん、すぐに連絡し登録してくれて連絡が来ました。 LINE のやり取りをしているうちに会いたい気持ちが高ぶり、うん、先日十数年ぶりに再会し一緒にお酒を飲むことができました。年賀状をやめることがかえって疎遠になっていた友人とのコミュニケーションを再び復活できるきっかけとなり、よかったなと思っています。なるほどね、とってもいい、こういう風になってきちゃうかも ねこれからね。確かに年賀状だけの状態で全然合わない人いるね、うん、そうですよね、うんうん、確かにすぐこうレスポンスが返ってくる LINE とかでやってるうちに、うん、え、じゃあ今度あれ実は近くに住んでるじゃんとかね、うん、そういうのが分かったりとかして、本当だね、それは確かにいい部分ですね。ますます年賀状がやめるきっかけになる、マジでいらないもんな年賀状、そういうパターンがあるのかな、うんうん、LINE ID を書いておくか、それもありですね、よかったらこちらからも、ね、年賀状にも、ね、いいかもしれない、うん、はい、さあということで来週もリスナーのきっかけエピソードを紹介していきます、うん、来週のテーマは責任感を持つようになったきっかけです、うん、皆さんのきっかけとエピソードを書いて番組までメールをください。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com 件名にきっかけと書いて送ってください。そしてコミュニティサイトきっかけ内でも皆さんのエピソードを募集しています。まずきっかけコミュニティと検索をします。トップページの中にあるあなたのきっかけを教えてもらいましょうのパートから投稿大募集と書かれた最新の投稿テーマをクリックし、コメントするから投稿できます。ナイツザラジオショーのロゴが目印です。なお投稿にはきっかけへの会員登録が必要です。
このコーナーでメール投稿が採用された方には番組ステッカーときっかけオリジナルグッズの付箋をセットにしてプレゼントします。以上、あなたのきっかけ教えてもらいましょうでした。はあ、なんかつまんないな。ここ数年で人とのつながりも減ってしまったし。そんなある日、とあるコミュニティサイトで普段感じてることをつぶやいたら共感してくれる人がいた。嬉しかった。他のユーザーと意見交換していろんな価値観があると知った。自分のコメントが新聞に採用されたらもっと共感の輪が広がった。参加企業のイベントも体験した。そうしたらいつの間にか社会の出来事にアンテナを張るようになっていた。一つのきっかけで私の毎日が生き生き動き出してきた。最近かなり楽しいかも。そんな思いを生むきっかけになりたくて、産経新聞社のコミュニティきっかけ登録は無料です。詳しくはきっかけコミュニティで検索。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。この時間はきっかけコミュニティがお送りしました。The Radio Show。 ここで産経新聞のファンコミュニティきっかけからお知らせです。今日は牛乳石鹸共振社株式会社コーポレートコミュニケーション室主任の石澤さんにお話を伺います。石澤さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。様々な企業や団体とコラボレーションしたコミュニティがあるきっかけ、牛乳石鹸さんは去年一昨年とご出演していただいてますが、うん、今日ご紹介していただけるのは何でしょうか。はい、私たち牛乳石鹸が扱う銭湯へ行こうというコミュニティです。うん、銭湯の楽しみを日本の入浴文化の応援団としてたくさんの人とシェアしていきたい、そんな思いから作ったコミュニティなんですが、うん、最近お二人は銭湯に行かれましたか。あ、銭湯か。僕はあのサウナが好きで、うん、未だにやっぱよく行きます。僕は銭湯ね、うん、最近コーポレートコミュニケーションしてないかもしれないな。そういうことじゃないよ、コーポレートコミュニケーション室って。うん、そうですね。分かんないんだったら使わなくていいですよ。うんうん、はい、かつてはお湯に浸かって疲れを癒すことはもちろん、うん、ご近所さん同士が顔を合わせるコミュニケーションの場でもあった銭湯。この銭湯へ行こうコミュニティでは、そういった銭湯の好きなところ、過ごし方、おすすめの湯など銭湯の魅力をみんなで話して町の銭湯好きの輪を広げられたらと思っています。うん、そして様々なトピックを掲示板に持ち寄って話したり、銭湯文化を広める様々なイベントを紹介しています。うん、大賛成です。うん、ね、どんどん広めていきましょう。はい、ありがとうございます。うん、そのイベントの一つとして今年もご紹介したいのが11月26日いい風呂の日にちなんで開催される牛乳石鹸お風呂川柳です。出た、お風呂川柳。今年もね、これ行事ですもんね。これ行事ですもんね。これが楽しみでね。お風呂川柳だ。はい、ありがとうございます。この牛乳石鹸お風呂川柳は2020年から公募をスタートし、今回で5回目の実施となります。うん、今年も豪華プレゼントを用意して皆さんからの参加をお待ちしています。入場者50名には全身洗える牛乳石鹸商品詰め合わせをプレゼント。さらにその中からお風呂川柳大賞1名と4つのテーマ賞、うん、笑顔になるでしょう、温まるでしょう、ほほほでしょう、整うでしょうを1名ずつ選定して、温泉宿泊も選べるギフトカタログなど総額38万円相当の商品もご用意しています。なんか今年はいろんな面白い賞があるんですね。はい、そうなんです。お風呂にまつわる題材なら何でも OK です。お風呂にあふれる笑いや涙をぎゅっと込めた一句をお待ちしています。10月20日まで受付中ですので、お早めにご応募ください。途方でしょう狙おう。途方でしょう狙いに行くの。途方でしょう狙いに行く。途方でしょう、ピンポイントで狙いに行くんだ。面白そう。一番難しそうですけど、途方でしょう。途方でしょう。ありがとうございます。ね、ぜひ、ちょっとご応募していただいて。いつかですからね。はい、そうですね。コミュニティやお風呂川柳について気になった方は、銭湯へ行こうで検索してみてください。うん、はい。銭湯なので、行こうじゃなく、行こうですから、お間違いないように。ということで、牛乳石鹸の石澤さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。総鉄線上星川駅前満天の湯、朝6時からやってます。満天の湯、お風呂アイドルが待ってます。
満天の湯。毎日行きたいお風呂屋さん。満天の湯。浸る、光に、モネに。印象派を代表する画家クロード・モネ、その晩年の制作に迫る究極の展覧会が開催。マルモッタンモネ美術館から珠玉のコレクションおよそ50点に加え、日本国内に所蔵される名品の数々が東京に集結。大画面の睡蓮に囲まれる本物の没入体験。モネ睡蓮の時、上野国立西洋美術館で開催中。詳しくは展覧会公式サイトまで。ナイツ、The Radio Show。はい、グラハムさんです。はい、里崎さんの感想です。里崎さんの俺の順位予想に応える結果を出せない奴らが悪いという言葉、目から鱗です、うん、予想を当てた外したの次元にいない、うん、1個上のステージにいる里崎さんの予想が気になるので、うん、YouTube チャンネルを登録させていただきました、うん、あーすごいね、うん、面白セリーグは 1,2,3 ちゃんと当ててるってすごいね、めちゃくちゃすごいんだよね、うん、ちゃんと当ててんだもんな。ロッテがね、だからロッテのポテンシャルがもう全然まだあるってことですよね。それが面白かったけどね。面白かったです。うん、すごいよあの人は、ね。今日あのクイズすごい来てるんですよ。なんか、はい、言い間違いクイズ。言い間違い？はい。はい、いきますよ。ブサイクルショップさんからです、はい。言い間違いクイズ。馬刺しささみつくねレバーなら。え？ん？馬刺し？馬刺しささみつくねレバーなら。馬刺し。馬刺し。馬刺しささみ、つくねればなら、馬刺しささみ、つくねればなら、優しいさに包まれた。歌です完全に。ならだろ、歌っちゃうしかないねもうこれね。うん、すげえ送られてくんだけど難しいな。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さんお願いします。はい、圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りはあきる野インターと日の出インターの間がダンプカーなど車6台の事故のため通行止めになっています。このため外回りのあきる野インターの出口で5キロ、このほか内回りはあきる野インターで11キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで工事のため9キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線の内回りが小杉ジャンクションで事故のため平井大橋まで5キロ、湾岸線の西行きは有明ジャンクションで事故のため葛西ジャンクションまで7キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの庭でした。庭さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で3時56分ごろお届けします。あ、来てるよ、はい、問題、はい、油うどんさん、ぽっちゃり一郎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 、ぽちゃり一郎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 、ぽちゃり、ぽちゃり、ぽっちゃり一郎、ぽっちゃり、ぽちゃり一郎、ぽっちゃり一郎、お茶にしよう、ぽちゃり、お茶にしようってなっちゃう、ぽちゃり一郎、お茶にしよう、分かった、分かるわけないですね、ぽちゃり、ぽちゃり一郎、ぽちゃり一郎、ぽちゃり一郎、ぽっちゃり一郎、ぽ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 っちゃり一郎だよね、ぽっちゃり一郎、正解は国会議事堂です。分かんないよ、分かんないよ、なんでぽっちゃり一郎、正解は国会議事堂です。ぽちゃりって書いてるし、この人ですじゃないのよ。大丈夫そう。ワトウィンライブツアー2024 Get Them Back at 幕張メッセ、11月9日土曜10日日曜、ワトウィン初の幕張メッセイベントホールでの単独公演、ただいまチケット一般発売中。
詳しくは日本放送イベントホームページまで。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード、え、僕からのプレゼントと思って。あなた、出張買取はカメラの北村、電話は 0120-157-999。 繰り返してくれる？ 157-999。 はい。高麗人参健康食品通販市場売上ナンバーワン、錦糸高麗人参の神秘の神秘の健康力、健康力、健康力、元気が欲しい、協力してくれ神秘の健康力。お問い合わせは 0120-66-7 が4つ、または神秘の健康力で検索。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時になりました。ナイツの土屋信之です。原信之です。フェアパート内積スタート山崎圭です。はい、さっきのぽっちゃり一郎と、ぽっちゃり一郎、国会議事堂、ぽっちゃり一郎そっか、南海放送の人は分かんないんだ。あ、なんかこう言い間違いクイズみたいなのがね。そういうことです。メールが来てたんですよ、うん、あの、うん、3時の時報前に、うん、それがぽっちゃり一郎さて何でしょう、正解国会議事堂だったんですけど小さい筒とあの伸ばし棒の位置しか合ってない。いや、そうですよね。さ、問題出す人はさ、間違いないでよ、ぽっちゃり一郎できたのかも。それも言いながら送ってきてほしいけどな。まあ今日はテーマメール、はい、ね、汗かきましたという。ありますか、なんかメール、汗かいたメール。ラジオネーム、うん、イズーノさん、はい、私はデジタルで漫画を描く仕事をしています。ある程度ペン入れをした状態でパソコンが突然の強制終了。うわ、ペン入れをしていると集中してしまい、つい時間が経ってしまうのと、霧のいいところまであとちょっとあとちょっとと作業をしてしまった自分のせいなのですが、その後の、もう一度同じものを描くという苦行を含め、嫌な汗が出ました。保存してなかったりとかすると ね、便利になったけど、多分圧倒的に便利になったんだろうけど、これがあるからね、パソコンはありますからな。デジタルは電池がなくなったりとかさ、原稿とか書いてる人も多分あるでしょう、ね、あるね、確かに。パソコンで書いてる人とかも、もう本当にやる気なくなるよね。そうでしょうね。もう一回、もう一回か。携帯のあのメモ、私結構メモ機能を使うんですけど、あれがなんか切り取り、だからコピーとかするときに、うん、あの切り取り、取り消しとキャンセルっていうのが出てくるんですよ。でどっちが取り消しで、あの選択が、キャンセルか取り消しかの2択の時あるんですよ。で、あれ取り消しっていうのはどっちで、キャンセルっていうのがどっちになるんだろうみたいな、似たような言葉すぎて、突然出てくる。あれ多分だから、うん、なんか揺らしちゃった時だよね。あ、そうかな。画面を急になんか振動があると、うんうん、今のそのメモったものをキャンセルしますか、取り消しますかって出てくるんだ。そうなんですよ。あ、でどっちだ、ね、キャンセルか、キャンセルでいい。なんかどっちか分かんなくなっちゃう時あって。あ、確かに困るんですよ、ね、嫌だね。あのギガファイルにさ、はい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 、携帯で動画をさ、はい、ギガファイルビナー、あれじゃん、ね、あれさ、一般の方は分かるのかな、途中でなんかちょっとでも操作したら違う画面になってな、うん、はい、くなる時ない、めっちゃ分かります。あれ何なの、あの参考動画とか見てくださいっていう時にね、そう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 、ギガファイル便っていうのが送られてくるんですよね、LINE、うんうん、でね、そう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 、なんか分かんないんだけど、あれあれよく分かんない、本当に分かんない、まあね、まあ、ただで使ってるからあんまり偉そうなこと言えないんだけど、まあ、そうですね、そう、ただでやってるからね、ね、そうそうそう、そうなんだ、ね、あ、ということで、まだまだメールお待ちしております。
刻は3時3分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さんお願いします。はい、お伝えします。韓国軍は北朝鮮が今日正午ごろ南北をつなぐ道路の北朝鮮側の一部区間を爆破したと明らかにしました。北朝鮮の朝鮮人民軍総参謀部は今月9日韓国につながる道路と鉄道を遮断し防御用の構造物で要塞化する工事を行うと表明していました。すでに途絶えている南北の往来を物理的に閉ざし敵対関係を明示する狙いもあるようです。最新 IT の展示会 CTEC2024 が今日千葉市の幕張メッセで開幕しました。 AI 人工知能を活用した最先端の技術を中心に808の企業団体が出展しています。人手不足の解決につながるサービスも登場し今月18日までの4日間で10万人以上の来場を見込んでいます。また隣接する会場ではジャパンモビリティショービズウィーク2024が同時に開催されています。日本自動車工業会によりますと今回は事業者向けの展示会で電気自動車の普及や自動運転の研究が進む中業界を超えた技術開発を後押しするのが狙いということです。アメリカメジャーリーグのプレーオフは14日ナショナルリーグの優勝決定シリーズ第2戦が行われドジャースの大谷翔平選手はメッツ戦に1番指名打者で出場し3打数ノーヒットでした。試合はメッツがビエントスの満塁ホームランなどで7対3で勝ちました。リーグ優勝決定シリーズは7回戦制でドジャースとメッツの対戦成績は1勝1敗となりました。ところで大谷選手が所属するドジャースがリーグ優勝決定シリーズの進出を決めた今月12日の NHK の中継の平均世帯視聴率は関東地区で 20.3% でした。これはビデオリサーチの調査で分かったものです。この他の地区の平均世帯視聴率は大谷選手の地元の岩手地区が 20.5%、 札幌地区が 19.5%、 北部九州地区が 19.2%、 そして名古屋地区と関西地区がいずれも 14.7% でした。おしまいに学生アカデミー賞の授賞式が14日イギリスのロンドンで開かれ金森圭さんのフル CG アニメ折り紙がアニメーション部門の銀賞を受賞しました。学生アカデミー賞はアメリカ映画芸術科学アカデミーが主催していてこの作品は来年3月に発表されるアカデミー賞の短編アニメーション賞にノミネートされます。受賞作は折り紙を題材にした作品で金森さんが日本のデジタルハリウッド大学の卒業制作として作りました。大学によりますと日本の学校の出身者が学生アカデミー賞を受賞するのは初めてだということです。22歳の金森さんは日本文化をテーマにした作品が世界のアカデミーの舞台で評価いただけたことを大変嬉しく思いますとコメントしました。金森さんは今年3月に卒業しフリーの映像作家などとして活動しています。この時間のニュースは以上です。遠藤さんありがとうございました。日本全国つつうらんが純烈コンサート2024 10月30日水曜高崎芸術劇場大劇場で昼夜2回公演。チケットただいま好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。トントントン、トマトいる？トマトと言ったら茨城の？はい、トントントン、トマトある？あるけどトマトは茨城の。はい、それって甘くて美味しいの？甘みと酸味がしっかりのまっかり熟した茨城のトマト。いいものいっぱい茨城。茨城 JA グループ茨城トマト流通部会。それではこちらのコーナーをお送りしましょう。ケイちゃんお願いします。山崎ケイ男と女のあれこれプレミアム。こちらは言葉にできないモヤモヤすることについて考えていくコーナーです、うん、皆さんのお悩みに答えていきたいと思います、はい。ラジオネームインザイレイソルさんです、うん、妻と2人で外食した時私が妻にこれ一口食べる？と聞くと大抵妻は大丈夫と言います、うん、でもなんだかんだ結局食べます。どうせ食べるのに妻はどうして毎回大丈夫って言うのでしょうか。あーなんで、あーなんでだろう。大丈夫最初に言った時にね一口もらっちゃえばいいのね。確かに。あーでもやっぱちょうだいってなるってことか。
結構あるな。そう。あります？うん、まあ、全てにおいてね、子供もそうだし、俺もそうだし。なんか、その、うん、残しそうな時とかに、うん、最後、うん、ちょっと残ったから、うん、食べてみたいなのがある時あるのよ。うん、ああそれが、うん、それが来るかどうかをこう見極めないと、こっちもそのなんかこう、なんつうの、こうご飯を余らせるとか、うん、なんかペース配分があるから、その判断が難しい時ある、ね。そういうことか。うん。ただ、例えば、うん、なんか鍋焼きうどんみたいなものを食べてる時に、一口ちょうだいって言うと、その、交換するのがめんどく、ちょっと大騒動になる時あるじゃないですか。なんか熱々のものを、大きなお盆みたいなものに、お鍋とかの時に。で、一瞬、それが最初にちらついたから、一回大丈夫って言ったんだけど、うん、いや、でもやっぱりちょっとその大変な思いしてでも食べたいという気持ちが後からやってきて、やっぱ食べたいになる時はありますけどね。なるほどね。ちょっと大変かなって一回思ったけどっていう。あるなぁ。なんかすぐ食べたいって言うのもなんか嫌な時あるんだよな。なんか俺もこれなんか朝食べる、はい、って言われて、うん、いいって言うんだけど、はい、なんかちょっとやっぱりじゃあ食べたいって食べたいって何なんだろうねあれ、うん、だから最初の一言はもうその時何も考えずに答えてるんでしょうね。パッと反射的に、そう、反射的にいい。でその後いろいろ、いや今日でも今ご飯食べないと、うん、あ後で食べられないからとかいろいろ冷静に考えた結果、でも今断っちゃった手前すぐには訂正できないみたいなね、時があるかもしれない。ちょっと、いや、やっぱもらおうかなせっかくだからみたいな、なんか、うん、ね、分かるその業界に一応あるんでしょうね、あるその人なりの理由がね、奥さんもなんかあるんですよ、なんかあるんだよ、大丈夫って言った後に、ね、そう、うん、悪気はないんだよ、そうなんです、うん。続いてラジオネーム柴犬子さんです、はい、ご飯を食べている時にお茶をこぼしたりするとやると思ったよと親に叱られたことはありませんか、うん、今思うと、うん、やると思ったんならことが起きる前に注意してよって話ですよ、ね、分かるもやもやしますがきっと言われたことある人多いんじゃないでしょうか。確かにな、これは、まあ、どっちも分かるな、ね、やると思ったよってね、うん、子供ってそういうことに対しては覚えてるからねずっと。確かにそうですね、子供じゃなくても花輪さんがやるもんね、うん、よくこう物をこぼすでしょ。俺その時思うもん、やっぱやると思ったよって思うもん、うん、それがなかったね、うん、まあでもだからといってね、土屋さんが花さんこぼしますよって言わないですもんね、いちいち言わないもんね、そんなね、昔俺はもう一回話したことあると思うけど、うん、やっぱりその子供の頃に佐賀で川遊びをしていて、うん、その飛び込んじゃいけない橋から飛び込んで遊んでたのよ、はいはい、みんなでね、うん、すごいそれが楽しくて、うん、そしたらまあ10回ぐらい飛んだ時に、うん、あの隣のなんか向こうから、うん、なんか私たちは PTA で何度かで学校の先生がやってるものなんですけど、うん、あなたはさっきからずっと見てましたけど、うん、危ないですよって、うん、なんで1回目で注意しないんだよってみんなでそこで話してたの。それは優しさですけどね、多分ね、10回飛んでるし、うん、ちょっと楽しそうだからね、泳がせた思い出だからって思ったのかなと思ったけど、俺は思ったんだよね、うん、そんなに言うんだったら1回目で止めてくれよって思ったけど、でも見守ってたんでしょ、ね、いざとなったら助けに行こうと思った、うん、きっとそうですよ、うん。続いてラジオネームラブリー明太子さんです、うん、ケイちゃん、どうして男ってシャンプーとトリートメントの位置を逆に置くんでしょうね、うん、昨夜シャンプー出したら泡立たなくてまさかと思ったらそのまさかトリートメントでした、うん、もったいないので、うん、そのトリートメントを太ももの上にそっと置き、うん、そのままシャンプー始めましたが、うん、つるっと落ちて排水口へ、あーもったいない、うん、シャンプーボトルを定位置に置かなかった旦那が悪い。これはそんな動かすことある？まあ、わかるよ。あ、私だって定位置に置いてんのにさ、うん、なんでずれることがあんのよ。なんかあれなの、持ち上げて持ち上げんのかな、なんか一回床でやったのかな。確かにうちの実家なんですけど、うん、なんていうんですかね、下につけ、つかないように、うん、このなんていうんですか、3段ぐらいの段が壁側にあるじゃないですか。それの中で、座って届かないところになぜか置いてるんですよ。あの、シャンプーとコンディショナーみたいな。だから、実家に帰った時はそれを一回、まず持って、下に下ろして使うんですよ。では、うんうん、でもその場合は、親もきっと持って下ろして使ってるから、あれか。別に見てるか。
そうか。なんか本当だから、シャンプーとコンディショナーとボディーソープの位置ってさ、なんか決まりがないよね。確かにそうですね。どこの銭湯行ってもバラバラだもん。バラバラですよね。順番、本当に。そうなんですよね。毎回、統計取りたくなる。ちょうど333の割りなんじゃないかっていうぐらい、確かに。順番が。自分の理想は左から何ですか？イメージ。イメージでしょ。イメージは左からシャンプー。コンディショナーボディーソープ。はい、私もそれです。一緒です。一緒です。シャンプー、うん、シャンプー、左からシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ。がいい。がいいです。うん。あー、そう、俺右からだな。あ、右から、でもそういう店もあるわ。ボールストライクアウト、ストライクボールアウトの順番がおかしいみたいな、メジャーに習ってみんなボールストライクアウトみたいになってみたいな。まあ、ただちょっと急に分からなかったです。野球で例えるとちょっと急に分からない。ある日から急に言い方変わったけど、なんかメジャーになぞらえたのか知んないけども。うん、まあそうだね、うん、あの確かにね、うんうん、まあそうなんですかね、なんとなくね決まってればね、コンディショナーが端っこってことはないよね、うん、ああいやでもね、ボディーソープシャンプーコンディショナーっていうところもあんのよ、 ありますね、うん、シャンプーボディーソープコンディショナーはダメでしょ、シャンプーもそれはない、それは絶対ダメ、それはない、それはない、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 それはない、ない、それやっちゃダメ、それはもう全然ダメです、それダメ、全くもっとダメ、シャンプーして体洗ってで、うん、そんな変なルールないですよそんな人いないでしょ、ないでしょ、それはさすがにね、ちょっとラブホテル協会に確認しまってなんでだよラブホテルだけじゃないよ、ラブホテル協会にすごい順番に置いてるからなんでラブホテルは権利持ってるそれ決める権利ラブホテル協会は持ってる持ってないんですか、おかしいでしょ、うん、さあそれで本日の結論をまとめます、はい、皆さんの予想にその人の頑張りが追いついてないときはこんなに頑張れないとは思わなかったと言ってあげてください、ザキザキサトザキさん、ね、いつでも心にザキ、ね、ザキ好きでしょザキサトさん、ザキサト全部その、そういう、そのせいにするってことですね、そういうことですね、ありがとうございます、はい、では、こちらのコーナーではメールをお待ちしております、宛先は rs@1242.com、 懸命に男と女と書いてください、たくさんのメールをお待ちしております、中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。日本放送とワンワンが送る生配信ドラマ、ゴーストオブレディオバチボコ怖い心霊バスツアー、出演は小関裕太、佐藤寛太、三四郎、吉住ほか。ゴーストオブレディオは11月17日日曜日、29日金曜日に生配信。詳しくは日本放送イベントホームページまで。いいですか、ヘンチョコクイズ、はい、うん、言い間違い、うん、ラジオネーム高尾さんです、うん、鮭ちゃんとあるか、ああ、分かった、うん、チャギアンダースか、正解、ああ、鮭ちゃんとあるか、うん、あこれいいんじゃないですか、あまあまあいいね、いいね、鮭ちゃんとあるか、鮭ちゃんとあるか、チゲアンドがあるもんね、チゲアンドカルビより全然いい、チゲアンドカルビ実際にやってた学校以降のチゲアンドカルビより全然いい、カルビ鮭ちゃんとあるか、みんな来たことある、いいね、いいね、ビームフラッシュ、うん、陰毛バウンドインバウンドじゃないですかでもインバウンドでしょ、はい正解、インバウンドです、いやいやでもこれ使えるんじゃないですか、使えねえだろ、もう入れ、もう入れちゃう、もう入れちゃう、っていうツッコミありきで、何でも陰毛、陰毛ターネットとか何でもいいじゃん、確かに陰毛バウンド、まあ陰毛がバウンドしてるみたいなことなのねえよ、陰毛がバウンドすることないだろ、もう陰毛は、陰毛ピタッと落ちるだろ、だって陰毛バウンドすることないだろ、おかしい、そこじゃない、一番バウンドしてないだろ、陰毛がツッコミがボケなんだよ、もう一番くっついちゃうからね、一番くっつくんだから、一番バウンドしづらい素材なんだ、そこじゃないんですよだからこそ面白いから、陰毛だから面白いしねえよ、いやしねえよ、ちょ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 、そう言わせたいのかな、どっちも違う、どっちも違うねえ、陰毛わけわかんないね、本当にやろうとしたんだけどね、すごい怒られたけどね、その陰毛を、うん、
東洋館とか楽屋とかにある陰謀をこう拾って、うん、DNA 鑑定に出して誰の陰謀なのかを徹底的に調べるっていう企画を。めっちゃ面白いじゃないですか。あの、アメマネなんかやれませんかって言ったらすごい怒られます。さすがにそれできませんめっちゃ面白い、ね。なんか面白いよね。いや、面白い。吉本のなんかやってんじゃん、あれ。BS 吉本の一つのコーナーでやってくんないかなって。普通に地上波でできないやつよね。できないですよ。地上波では無理でしょうね。確かに。落としに行くやつがいるよね。それなるとね、テレビに出たくて。いる？いないよ。いないよ。それでも出たい。いるかじゃないんですよ。いないよ。そんなやつは。陰謀でいいから出たいテレビに。いやいないですよそんなやつ。どうしたんだよ、もう女性とかだったら当然できない。本当にそうですよ、ね、うん、今もテレビに映すのできないかな。あ、でも抜けたやつはいけるのかな。本当に分かんないけど、そのそうか、そう、どういうヘアヌードなんかあるんですか。ヘアヌードテレビで映してるっけ。映してないか。映せないです。ダメですね。じゃあダメじゃないですか。え、抜けた毛はダメってこと。陰毛がダメなわけじゃないだって、それもね、別に毛が別にその本体からと外れたものはいいのかな。絵本とかにしたらいいんじゃない。陰毛くんみたいな。いや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 、何を言ってんだよ。この後は日本チャレンジドアスリート。日本チャレンジドアスリート。この時間はアース製薬がお送りします。これは昼の海。これは食べた。ううん、4つもあったんだけど。4って四捨五入したらゼロだからね。やっぱ食べたでしょ。たかが4つのシュークリームがあるとかないとか、こんなスケールの話やめよ。何せカローラは5つのスタイルへ。トヨタカローラシリーズはすべてのトヨタのお店で。日本チャレンジドアスリート。この時間はトヨタがお送りしました。1時からお送りしてきましたナイツザラジオショー、そろそろお別れのお時間となりました。今週のラジオショー、明日水曜日のゲストはランジャタイ国崎くん、うん、木曜日は1時台に水戸夏目さん、2時台にキングオブコント2024、うん、4位のヤダン、いやー、すごい惜しかった。金曜日の中川家ザラジオショーのゲストは狩野英孝、うん、そして日本放送でお聞きの方は土曜日のサンドイッチマンザラジオショー、ぜひお聞きください。ゲストは俳優の溝端淳平さんです。そして来週は秋のリスナー感謝祭、火曜日のゲストは三四郎の2人が来てくれます。ということですね、はい、ありがとうございました。今日はなんかね、いっぱい言い間違いクイズが来て本当ですね、面白かった。ひどいかったけどね、なんか最後のすごいでも盛り上がってましたね最後ね。そのやっぱり単語で来るからだろうね、うん、そのストーリーが何もないからね。そうですね、そうだね。なんか単語のこう羅列でつな、ね、まあ、げてみたいなパターンだよね。そうですね。なんだろう、一番秀逸なそういう言い間違いダジャレって何だろうね。とかだと思うし、あと、うん、俺は、うん、あの3本の指が入る指2だよって、これは、うん、あの本当にその知り合いの人が結婚式の、うん、上司の人が、うん、部下の女性を、うん、間違えた、彼女は会社でも3本の指が入るって本当に言っちゃったんだって。それ現場にいた人がもう凍りついちゃって、うん、それに参加してた人から、うん、これ面白いから何歳で使いなって。じゃあ、それあの一般公募みたいなもんなんだ。それもね、うん、それはもう、じゃあ可能性としては、可能性としてはめちゃくちゃウケるでしょ。ウケるっていうかやばい、傑作でしょ、こんなの。傑作すぎる傑作シリーズあるかもしれないね。今日のやっぱいっぱいいただいた中にはちょっとやっぱなかったですか、うん、今日ちょっとそのなんかストーリーとかね、あれがわけわかんなかったからね、使いづらい、そうだね、急にこうパッて言う時にはないからね、うん、あ、そうですか、うん、ちょっと難しかった。国会議事堂ぽっちゃり一郎使わないですか。ぽっちゃり一郎はぽっちゃり一郎ぽっちゃり一郎マジ意味わかんなかった。どうして思いついたんだろう。どうしてね、もう何回もやって最後に出るやつだよねそうだね、国会議事堂だよっていうシリーズを何回もやって、そうだね、ハライチの本当最後の、あ、そうですね、そうって乗ってね、ハライチっぽいね、ちょっとね、ハライチっぽいね、確かにハライチさんのネタなんとかなやつみたいな、もう本当にもうテンポだけね、国会一郎から言って、うん、なんか違うよ、議事堂だよって言ってね、もう一回一郎、
ぽっちゃりぽっちゃり一郎みたいな、うん、あそうですね、今政治家の名前言えませんので、あ、そっか、はい、そこら辺もちゃんと、はい、分かってますありがとうございます、腹立つな言い方、国会議事堂の話して、うん、うう言うんじゃないかな、ヒヤヒヤしたかもしれませんけど、大丈夫、大丈夫です、それは分かってます、はい、分かってますね、浅草も今日インモバウンドの方がいっぱいいらっしゃいますので、何ですか、浅草今から行きますけど今日インモバウンドの方も結構いらっしゃいますから、はい、えインバウンドじゃなくて、インモバウンドの方も結構いらっしゃいます、モがモが聞こえちゃうね、絶対どうしてもどうしてもモが浮いちゃうのよ、インバウンドはならないだろう、まあね、いろいろ言い間違い、ね、ありました、ありがとうございました、ありがとうございました、いただきました、ここまでのお相手はナイツの土屋伸之と花伸之と相席スタート山崎圭でした、また明日。
ー。